行くじゃないですか、まあ、これね僕だけ、まあ、皆さんもちょっと聞きたい感じの話でもあるんですけど、あの大人数で行った時は別にいいんですよ。でその2人ぐらいで僕が例えば後輩とサウナ行く、うん、で これが別に有名な芸人でもない、うん、ただの、まあ、そいつはあの、はい、放送作家のサダって言って、はいはいはい、もう見るからに頼んだ腹の出た、うん、もう汚らしいおっさんですよ、うん、でこのサダと、まあ、何ヶ月か前かな2人でじゃあサウナ行こうかってこう行くんですけど、でサウナ今服脱いで、まあ、シャワーバーっと軽く浴びてで、まあ、浸かるなら浸かる、うん、そんなずっと一緒にいないじゃないですか、はいはい、別に2人で行ったからといって、はいはい、でサダがあのサウナのサウナルームにポンと入っていったのが見えたから、うん、あ、サダサウナ入ったんやなと思って、うん、じゃあ俺も行こうと思って、うん、遅ればせながら、まあ、1分後ぐらいに入ったんです、はいはい、ほんならもうすでにおっさんが一人ゴーって見ず知らずのおっさんが、でサダがその奥のとこに座ってて、でそんなに広いサウナじゃないんで、あ、まあまあええわと思って僕は手前のとこに、まあ、だからもうおっさん、まあ、知らんおっさん間に挟んで、まあ、全員おっさんですけど、うん、こうバーッとこの時に、はい、まあ、おっさんは松本やっていう、うん、ね、はい、もう分かってますよね、はいはいはい、であのこいつは全然顔もささないただのおっさん、はいはい、放送作家、うん、でこうなった時に早く俺とこのサダがペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本が一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからサダにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってくれたら、はい、ね、あの、うんっていうことで、はいはい、おっさんはあペアなんや、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんどうぞってちょっと のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はい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 、だから早く来い早く来いって僕はサダにうんってこう思う見てるんですけど、サダはもういやじゃあ松本さんあなたがねサダに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、空気読んでくれサダお前やろってね、で俺からもしサダにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられへんようになって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん、いやなんか見透かされてるような気がするんですよ、だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向にサダは何もこっちにアクションを起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。ペア感来いやって。ペア感来いやってやるんですけど、サタン見たら。マジか、こいつマジかって。でもう、これはもういかんのですけど、これだけやりたくないんですよ、はい、もう第二の矢を放つしかないじゃないですか、はい、あのもうこれ本当ルールギリギリなんですけど、ルールギリギリなんですよ、あっつぁーそれアウトじゃないですか、これはギリギリセーフやね、セーフやだってもう、もうそれはかっこいい、誰にも放ってないからでもこれ大チャンスですよ、大チャンスです、これでさらって見たらまた、弱音吐いてる独り言やって松本がさ
サウナ来て暑いって何のひねりもない弱り入ってさって発泡酒飲みながら言われてる。安いのしか飲まないのに1個上がったな。いやいや、ほんでもうこれもうね、その時にもう冷や汗ですよ。サウナやろ、サウナやろ、ね、はい、でも第三の矢しかないじゃないですか、はい、まだ、ね、じゃあもう第三の矢しかないでしょ。いいでしょ。もうね、ここのサウナ立つよな。食べにかけてますよ。なんで話しかけてた。そしたら、そうですかって横のおっさんに言われる。バッドエンディングなんですよ。僕がペアみたいな最悪なんです。二度とあんなことないようにしてほしい。全部や無駄打ちでした。全然届かないんですね。いや、そういうことがあるのでね、本当にもう愛を持ってほしいなと思う。絵が浮かぶわ。いや、言うたらいいと思うんですけどね。いや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 、その意地は何なんですか。腹立つやん、なんか負けやんか、すっげえ負けやんか、見透かされるやん。向こうから来てほしいですね。この辺りで星とかね。またオッケー。あの、やっぱ人生って素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。素晴らしいですよ。素晴らしいですよ。で、僕高校入って、この高校生活なんか違うと思ってたんです。で、ふとした時に家でハウンドドッグの CD を聞いたんです。ただハウンドドッグのアンビシャスって曲があるんですけども、やりたいことが分かっているのに始めてないんじゃないかっていう歌詞が来たんです。そうだと思ったんです、俺は実は軟式野球がやりたいんだ。学校になかったんですよ。学校で硬式野球部しかなくて軟式野球はなかったんで、俺は軟式野球がやりたいのに始めてないと思って、俺そこから学校行ってですね、硬式野球部の先生に、どうにか軟式野球を始めたいんで僕に野球を教えてくれ、人数も僕が集めるって、だからそれは無理だと、学校としてもそれは認められない、野球部は2つ学校にいらないって、いやでも僕は何としても軟式をやりたいんだ、でどうにか硬式野球部の先生を説得して引き抜いて軟式野球のコーチになってもらったんです、で他のクラスにも声かけて、軟式野球人数集めて、で学校にもちろんグラウンドがないんで、僕市役所行って空いてる空き地がないかって調べて、学校から15分走ったところにグラウンドが空いてるって、じゃあランニングがあったら毎日そこ行こうで行って、そこにライトもないんです、で、空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、夜間それで練習したんです、これでやろうっつって、やろうやろうっつって、結果俺補欠だったんです。俺補欠ですかっつって、ここまでやったんですよ。言って俺全部やったんですよ。全部やって補欠だったんです。そっちの方が向いてたんです。まあそういうこともあるよ、それは。厳しいっす。あるある。まあ、コージー富田さんの話なんですけど、昔から結構コージー富田さんと僕仲良くて、よく飲みに連れてってくれるんですね。で結構すごく酔っ払う人なんですよ。酒癖があんま良くなくて、でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木の、まあ、あんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ。そしたら2人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あもうちょっと面倒くせえなみたいな、ちょっと思っちゃいけないですけど思ってたんですよ。そしたらパッて横見たら向こうで見たことある人がこう座ってるんですね、2人で。でパッて見たら今オリックスの、まあ、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ。で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ。そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちに清原がいるんですよって言ったんですよ。そしたら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからっつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよっつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか、清原がいるんですよっつって。そしたら全然興味ねえんだよっつって、
でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。おトンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 つって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二と話してた清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原もあれあいつモノマネの浩二じゃないかみたいな感じになって、でウォー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 つって清原さんどんどん近づいてきたんですよ。こっちに清原俺ももうめちゃくちゃテンション上がって、うわ清原だと思って、そしたら浩二さんにこうやって清原こうやってポンポンってしたら、浩二さんがうわうわつって本当に知らなかったみたいで、本当に知らなかったみたいでつってなんだこの人みたいな感じで、たまたまトンボを歌っただけだった、偶然トンボを歌っただけだった。清原さんはサービスで歌ってくれてるやつで、コーシーみたいな感じで来たんですけど、今日はふーみたいな感じで、なんだこいつみたいな感じで、確かに知らん人からしたら怖いか。で清原がなんだこいつみたいな感じで向こう行って、そのまま店帰っちゃったんですよ。なんだよお前と思って、せっかく仲良くなれると思って。本当に知らなかったんだ。本当に知らないですよ。これはいいですよ。おお、あら田村、はい。その続き、その後、まあその後、友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあよかったよかった、3人住んでたんですけど、まあお金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると。その1膳は食べてもいい、ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やって、はいはい、だからこのご飯1膳でお腹を膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、米をひたすらに、うん、でまあ噛んでたんですよ、うん、ほんなら、まあ、お米ってだんだん甘みがするんですよね、噛み続けたして、まあ、やっぱなくなっていくんです、ダメなことに、うん、なくなっていくんですけど、うん、そのまま噛み続けたら、うん、もう一瞬ふわってする瞬間上がるんですよ。上がった、はい、でこれをすごい発見やして、田村家では味の向こう側って呼んでる。なんか見えるっていう、味の向こう側が見えてしまったんです。すごいね、面白すぎるやろそれ。あ、ジュニア、フジテレビでやってるソモさんセッパっていう、ね、クイズ番組、謎々を解くね、うんうん、ソモさん言われて、うん、でセッパーって言って、うん、こう答えが分かったら、うん、こう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて、セッパーセッパーなら、正解ならセッパー、これ間違ってたらタウオッケー言われるっていうのが今やってるんですけど、今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて、今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけど、でやってたら経済評論家の勝間和代さんという方がね出てはったんですよ、ね、そしてすっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし、頭もねそれはもちろんすごいいいでしょうから、もう一生懸命その謎々に取り組みはるんです。でまあある問題が出て全然分かんなかったです誰も、あ、勝間さんが「私分かった!」って言って書こうとしたら、なんか不具合で、ちょっとこれ書けないんだけど、うん、ちょっとこれ書けないんだけどって、うん、まあたまにあるね、たまにあるじゃないですか、ね、液晶画面に書けないと、ね、うん、まあ、スタッフさん入ってきやってファファってやったら、まあ、2,3 分ですみません治りましたっていうのが、うん、まあ、ごくごく普通じゃないですか、うん、はい、ちょっと書けないんだけどってスタッフさんすみませんって入ってきてお嬢々やってるんですけど、5分ぐらいやっても治んないんです。で
これどうやらこれをこれごと倉庫にあるのと入れ替えなかった。ちょっと 2,30 分止めますと、うん、すいません皆さん、演者の皆さん、たまりで、前室でお待ちください言うて待ってたんです、まあ、それぞれタレント同士とかマネージャーさんとこう喋ったりしながら、でも問題はなんとなくこう頭の中にあるんですよ。ほんなら30分もあればもう、あ、分かった、あ、分かった、分かった、分かった、みんながってあるんですよ。そりゃそうだ、ね、うん、ほんで、あ、すいません、お待たせしました、あの、治りましたんでもう一度スタジオの方にって入った、うん、ほんなら演出の方が、うん、すいません、あの、多分もう30分もあったんで、うん、さっきのもね、皆さんもうお分かりになられたと思うんで、うん、違う新しい問題に変えていいですか、うん、って、もちろんお願いしますって言ったら、うんうんうん、その春日さんが絶対に嫌だから分かりました、私は分かった、最初にね、最初に分かりました、すごいこう真面目な方やね、はい、分かりはったからね、私は分かったんだから、これはこの問題を やらないと、あの、私それは納得できないって、うんうん、なったんですよ、なったんや、ほんで、あ、すごいこう、こう仕事に真摯に取り組む勝たないなと思って、ほんで演出の方が、いや、でも皆さん多分分かって、こう、あの、書くのの早いもん勝ちみたいになるんで、変えた方が、いや、私はこの問題分かったんだから、分かったっていうことを やらないと、それは納得できないってなったんで、その演出の方が、じゃあ、あの、同じ問題のままやらせてもらっていいですかって、もうここは、あ、分かりましたって言って。じゃあ、ほんま、いきます。3、2、1。問題出て。で、もう出て。あ、加藤さん書いて。もうね。セッパー言ったら、タオウキでしょ、たわけなのは。だから変えたかったんちゃいますか。そうやな、ね、そうやな、気を使ってくれて、まあ、真面目さがな、真面目な、ね、一生懸命やりある方なんでねえ、もうさあ、星が意外と出ない、ほら、偏るね、矢作タクシータクシーなんですけど、タクシーです、結構タクシーって、ね、嫌なタクシーの運転手さんの話とか、うん、結構ありますけど、はいはい、 いいタクシーの、はい、運転手さんの話なんですけどね、はい、僕の家から、赤坂にね、行く時の、ね、道っていうのは3種類ぐらいあるらしいんですね、なんかこういうふうに行ったりこういうふうに行ったりみたいな、そうですね、でこれ どうやって行ってもまあまあ同じようなもんなんで、大体運転手さんがね、聞いてくるんですよね、どういうコースで行きますって、だから、あ、確かに運転手さん結構運転手さんって違いますよねって言って、僕は自分の車で行く時とかは、まあ、ここの、まあ、そこのトンネルをこうくぐって、でその先の交差点左行って、で坂登ってこういう感じでってコースを説明したんですよね。したらそれ聞き終わった後にね、運転手さんがいいコースですねって言ってまあ気分良かったっていうね。すごいいいわ、でもね、そうそうそう、いいわその話、そうみんなが幸せになるよね、いい話でしょ、いい話、マスターズみたいな、そうですね、マスターズ、マスターズ、伊藤さんがいいそうですね、素晴らしい、言われたいね、はい、行きます、話はありますからね、おお、はい、僕は実は半同居人みたいな人がいまして、年齢が57歳で、会社の経営をされてるヒロ君とおじさんなんですけど、同居、はい、で僕のことを、まあ、ゴロチって呼んでるんですけど、ゴロチ、ヒロ君とゴロチゴロチなんですけど、で、まあ付き合い15年ぐらいになるんですけど、僕は25歳ぐらいの時知り合って、で、まあ、結構年上の方なんでいろんなことを教えてもらったりとか、はい、で今でこそそうでもないんですけど、昔はもうほぼ2日に1回ぐらい僕の家に泊まりに来てたんですよ、はい、ちゃんと奥さんとか子供はいらっしゃる方なんですけど、まあ、もちろんノーマルな方なんですけど、週に半分ぐらい僕の家に泊まりに来て、で僕もすごくその人の話が面白いので、なんかすごい癒されてて、で彼専用の寝室とかもちゃんと作って、で洗面所にはちゃんと彼専用の
あのタイガーバームとか歯間ブラシとかそんなもんまで、はい、タイガーバーム歯ブラシじゃない、はい、ちゃんと入れといてタイガーバームはすごい、はい、であのただその人すっごいいびきがうるさいんですよ。おじさんなんで一緒にお酒とか飲んだ後に、であの昔僕が住んでたマンションは壁が薄かったので、隣からもういびきがすごいうるさくて、はーってうるさいんで、もう僕辛いともう壁ガンガンガンとか叩いて、こういびき対策をしてカッとか止まるじゃないですか、いびきって、はい、止まるね。でなんかまあ20代の時はそうだったんですけど、30代になって僕は今のマンションに引っ越したら、まあ、壁が少しこう厚くなったので、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあでもやっぱりいびきはいびきなんで、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです。僕の寝室の隣の部屋に、はい、なんかその部屋がすごく彼にとって素敵な感じがするみたいな、景色が良くて、ただまあ僕はうるさいのが嫌なんで、隣の隣の部屋にそのヒロ君の寝室を作って、そうしたいね、でヒロ君こっち入ってこれないようにここを物置部屋に、はい、してなんとか、まあ今は音が平気なんですけれども、そのおじさん多分皆さん全然想像つかないですよね。つかない、ヒロ君つかない、結構こう甘いマスクで、まあ、30代の時なんかは、まあ、バブルの頃ですから、彼が銀座のこうクラブとかはしごしてたんで、銀座のジャッキーって言われてたんですけど、ただやめてほしいことがあるんですけど、ジャッキーに、はい、なんか僕と稲垣吾郎と友達だって言いふらすんですよ。でもまあ、まあ、一般の人やし言っちゃうかな、芸能人の友達って一応それがダメじゃないですか、お約束って、まあね、はあ、でそれを証明するためになんかどこで拾ったのか分かんないんですけど、僕の期限が過ぎた免許証、車の穴が開いたやつ、穴開いたやつね、あれをいつも財布に忍ばしてるんですよ、ジャッキーが、ジャッキー、はい、それでもこれ稲垣吾郎と友達だっていうから何、って今ジャッキーの話なんですけど、ジャッキーの話、ジャッキーの話、最後、じゃあ今日ももしかしたら家帰っておられるかもわかんないですね。あ、います、います。趣味が散歩で、はい、あ、ヒロ君必ず言うことが、うん、走るな、膝を悪くするから歩けって言う。ジャッキー、格言、ジャッキー、何だそれ。出会いは出会いは、あの、まあ、あるワインバーで声をかけられて、友達になったんですけど、うん、でまあ、会社の役員の方なんで週に1回に役員会議しか仕事がないので、は結構時間があるんで、もう本当に毎日5時間ぐらい散歩してるんでそのまま散歩したまんまうち泊まりに来たりとかする、それ許してんのがすごい、受け入れてんのがすごいです、初めて聞きましたよ、他のメンバーも知らないです、もうなんとか引き出してヒロ君っていうおじさんの友達がいるっていうところまでは知ってたんですけど、ゴロチとか部屋とかもあるなんて、ちょっとジャッキーだから、ジャッキー、銀座のジャッキーですけど、やばいよ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 、いやそれを言わずにみんな我慢してるんだ。気づけよ、いやいや、これで気づけって、いやすごいいい友達なんです。そいつやべえよ。ねえ、そらそら、だからグループとしてはね、グループとしては気になるところだね。やべえやつ、やべえやつ入ってきちゃってるんだ。次はこの人、久保田。お願いします。はい、すごいね。まあ、僕結婚見えてちょっと結婚してるんですよ、うん、はい、ちょっと今結婚見えて、でも結婚だな。結婚さっき言いそうな。結婚見えて結婚してる。結婚してるんですよ。でですね、ちょっとまあ嫁がですね、結構まあクレイジーっちゃクレイジーって、まあその、なんていうか、おかしいっちゃおかしいんですよ。クレイジーワイフ。はい、服選ぶ時も、あの、半袖の T シャツなんですけど、14色ぐらいのボーダーのやつ着てたりするんですよ。14色はあんまし見ない。見ないから。かなりの、そうです。コンプリートですね、色。そうです。そんな嫁なんですけど、一回その芸人やってまして、全然飯が食えない時期がありまして、で嫁はあの夜スナックで働いとるんで、結構財布の中にお金入れとるんですよ。で、あの嫁が寝たのを確認して、ベッドの下から財布の中お金盗んだんですよ、僕がね。嫁の財布から、はい、で毎回小銭を盗んどんだったんですけど、もうバレなかったんですよ、それは、今まで。でもうそろそろ慣れたから大金行こうと思って、自分で1万円盗みまして、ポケット入れて、で仕事行ったんですよ。んだら、その仕事始まる前、電話のラッシュですよ、で嫁からですよ。で、何ないねお金が。いや知らんがな、そんなこと俺に言われても。え、知らん、なんで、
泥棒かな、いや泥棒じゃないけどお前使ったんちゃうの、うん、うわどうしようどうしたらいいかな、知らんがな、もう仕事始まるから、うん、もうかけてくんなよってブチッ切ったんですよ、うん、で大変なことが起こったんですよ、うん、家帰ったら、うん、パトカー止まってるんですよ、おーうわ来た思ってこれやばい思って、うん、で家入ったらもう黒服着た刑事がソファーに座って嫁といろいろ話してるんですよ、お前何してんねんって言って、で寝室読んで、うん、いや盗まるところ読んだよ、いやいや読んだどうしようかな思って言うしかないな思って、いやごめん俺やったよ、俺が一枚盗んで、あそうなんや軽い感じで終わったんですよ、うん、ほんでそれから気づいたら5分後なんですけどパトカーの中入れられてて気づいた、あーもうそのまま逮捕、はい、空白の時間だったらもう真っ白になったんで気づいたらまたパトカーの中入ってて連行しました、はい、で俺どうしよう思って前科つくからちょっと降ろしてくれと警察官の人に運転するやつに頼むから降ろしてくれと、うん、夫婦で解決するからちょっと一回降ろせボケと、もうそういう感じだと思ったんですよ、うん、で嫁もそんなね俺を警察に送るような嫁じゃないと、一回もう一回話させてくれと、いやでもそんなこと言いましてもねちょっと右見てくださいよって窓ありますよね、うん、パッて見たら嫁が行ってくれみたいな感じでこうしとったんですよ、連れて行ってくれ、どうぞどうぞ連れて行ってください、その後ちょっと腹立ったんが運転してるやつがポンポンって鳴らしたんです、何のポンプやねん思って行ってくるわみたいな、コンビネーション取りでもなんとかなそういう話ですか、めっちゃもんじゃないですか、今のでこいつが芸人100点人間0点値のまま固定にからいきなり1万はいたか小学生の話しちゃいますからね、嫁から盗んでるんですよじゃあいきましょうか、はい、はい、よしよ出た、おお星、さあまだ吉田と清と喋ってますよね、はい、吉田いきますか、あはい、譲ろうみたいな、じゃあ吉田行こう、あ、分かりました、うん、ちょうどオープニングでも話題になってた久保田なんですけど、はいはい、割とほんま変なやつでして、うん、営業が僕トロサーモンと一緒やった時があるんですよ、うん、で僕が1号車で移動の電車がで久保田が2号車やったんですよ、特急タイプの電車やったんですけど、まあ、僕座ってたら横に久保田が来て、吉田さんと僕の座ってる斜め後ろにめちゃくちゃ可愛い女の子が一人で座ってるんですと、うん、あれ何とかしたいんですけどちょっとどうしましょうみたいに言うから、うんうん、じゃあ番号書いて渡せやって言ったんですよ、うん、俺紙ないんでちょっと貸してもらっていいですかって言ってくるんですよ、うんうん、で僕カバンから紙と鉛筆出して、うん、のこれにメールアドレス書いて渡してこいやって、であいつ横で自分のメールアドレスを書い取ったんですよ、うん、でそれあまりにも簡単なアドレスやったから、うん、ああこいつこんなアドレスなんやなんとなく覚えたんですよ、うん、で久保田が戻って10分ぐらい経ってあいつもう渡したかなとか思って、うん、でふと思い出したんですけど、うん、僕あいつと番号の交換はしてるけど、うん、メールアドレスの交換はしないなと、はいはいはい、だから女の子のふりしてメール送ったろと思ったんですよ、なるほど、はい、で、まあ、女の子がもう送ってたらもうすぐに計画バレるんですけど、うん、まあ、女のふりしてどうも久保田さん仕事ですかありがとう手紙みたいなの送ったんですよ、はい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 、ああもうちっちゃいやとかにしたりして女の子ぶってほんなら久保田からすぐ返事来て、はい今日仕事終わりですめっちゃタイプなんでメールさせてもらいましたみたいな恥ずかしいすぐに返事が来たんですで、まあ、僕もその久保田さんのこと私もめっちゃタイプでしたみたいなガンガン送ってたんですよ、はい、久保田も、うん、いやいいですねこの後遊びに行きたいですみたいな言ってくるんで、で私変態っぽいですけどちょっと手先器用か教えてもらっていいですかって僕送ったんですよ久保田に、うんうん、久保田の指使いがどんなもんかみたいなのをさ聞いてくるちょっとエッチな女の子のふりをして、はい、手先器用ですかって送ったんですよ、はい、久保田からなんでですか確かに中学の時作った木の船が入選したことありますかなりその気のメールが来たんですよで、ああそうですかとじゃあ指先の器用さを見たいんで鶴を折って持ってきてもらっていいですかって僕送ったんですよなら、はい、あいつ紙持ってないから、はい、僕のところに紙を取りに来ると思ったんですなるほど、はい、なるほどでその時に嘘でしたって言おうと思ったんですけどすぐに返事が来てごめんなさいと僕鶴は折れませんとでも千円札でターバン野口は折れますけどみたいなの来たんですよいやそうだこれえらいマジになってきてるとこのままやったらかわいそうやから、うん、ごめんなさいと、うん、私は
もうあなたと遊べません、うん、というのもこの後私新大阪で MC の仕事がありますと、うん、しかも私ブツブツですごめんなさいって奥さん僕って分かるように、うんうん、ほんなら1号車のドアが開いて あ久保田ちょっと待ってください兄さんアホなことせんといてくださいよって言うかなと思ったら、うんうん、僕の横来て先輩後輩関係あれん殺すぞお前って来てうわ怖っすごいやん、はい、で手見たら綺麗にターバンのぐちゃみたいな持ってたやん、はい、もうすでに持ってます。うわ怖っ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 めっちゃ怖いやんこれ。すごい殺されるやん。うわ先輩ターバン野口見たらちょっと悪いことしたなとは思ったんですけど、はい、めっちゃ怖いなあいつ。怖いねあいつ。たけしさんのモノマネをやらせていただいてるんですけど、初めてたけしさんにお会いしたのがちょうど僕あのひょうきん族の見学に行ったんですよ。たら鶴太郎さんとたけしさんいらっしゃって、うん、鶴太郎さんが、うん、たけしさんたけしさんのねモノマネがねめちゃくちゃうまいですよ。松村って言うしかねモノマネがうまいでちょっとねたけしさんちょっと見てやってくださいよつってたけしさんの前でモノマネをさせていただいたらたけしさんが、俺ってな俺ってそんな感じなのかって言ったらそうですよ、はい、いや俺って面白いなって言ってたんですよ、ね、それからずっとこれで武さんのモノマネやっていけんじゃないかなと思ってどんどん調子に乗って最近事故に遭う前のモノマネと事故に遭った後のちょっとモノマネもちょっとさせていただいてて、まずその事故に遭う前の武さんははい、それでは大成功、今週もですね、スーパージョッキー張り切っていきたいと思いますけどっていうのが事故に遭う前で、はい、事故に遭った後のモノマネっていうのが、はい、ちょうど東条英機を、うん、武さんがこうやってる時に、はいはい、杉山三宝総監のあだ名を知ってるかあれはな、便所のトと一緒だっていうやつをやったんですよ。すごい、めっちゃうまい。それを、やってたんですよ、うん、でも、ちょっとさっきまでそういうモノマネってやっぱりやっちゃいけないんじゃないかなってだんだんこう思ってるじゃないですか。やっちゃいけないことを僕やってるんじゃないかなと思ってたらたけしさんが一回松村楽屋に来いと言われたんで僕ちょっとなんか怖いちょっとドキドキする感じでちょっとどう思ったらおお松村お前な俺のお前事故にあったモノマネとかやってるらしいなお前ちょっと来いよお前よ松村お前な俺のモノマネやってるけど、うん、一つ言っていいか、うん、右左が逆だぞっていう話かっこいいなかっこいい話ね。その後に武さんに細かくモニター越しに松村モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって言ってかっこいい細かいところまで教えていただきましたですね。これはすごいわ、はい、しょうがないな。はい竹山うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいてで、まあ、年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、ブッチャーさんって今で言うとそうですね、出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、例えば草野球とか行って、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねんお前はそんなピッチングでって、もう変われっつって、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとかそういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、うちの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね。なんで中島のお葬式の時にもうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってとこに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ、うん、でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって実は混んでる人があるんですよね、うん、でその日偶然火葬場が混んでて4つぐらい焼くとこあったんですけど全部混んでたと、うん、でブッチャーさんどうしたブッチャーさんどうしたって言ったら、うん、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、うん、バスに乗り遅れてると、うん、で今タクシーを飛ばしてこっちに来てると、うん、こっちに来てるこっちももう焼く手前だぞと、うん、どうすんだどうすんだって言ってる時に、うん、向こうの方でですね僕らが一番端っこで一番手前から家族違う家族が全部焼き場にいるんですけど、うん、一番向こうが入り口だったんですよ、うん、だからそこでブッチャーさんが泣きながら、うん、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、うん、だから遅れてきた間に合った間に合ったブッチャーさん来た来たってこう見てたら、うん、
一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、うん、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ、うん、だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね、うん、顔を見た瞬間に向こうの輪っかから大きな声で誰やこいつだーって声したえーって言って誰やこいつだってえーって言ってそこで僕らもこれダメだと思ってブッチャーさんブッチャーさんこっちですって言ったらさっきまでゴンゴン泣いて入ってきたブッチャーさんが僕らの顔を見つけたら満身の笑みで間違ったーって走ってきたっていう困った人やな、面白い先輩な、面白いけど困ってるね、困った先輩、困ったわ、不思議な人おるわほんまに。じゃあ次行きましょうか。はい、お願いします。行きます、行きましょう。はい、きょうちゃん、はい、これ大阪の、うん、先輩で大阪キッズさんっていう先輩がいらっしゃるんですけども、その藤田兄さんっていう方が、はい、かなりの天然ボケなんですよね、うん、はい、もう40歳ぐらいなんですけど、うん、まず手足口病っていう幼児しかかからん病気にかかったりとか手足口病、はい赤ちゃんがかかる病気にかかって珍しいと、で学会で発表するって言って全部足とブツブツがこう出るんで、はい、全部こうやった写真を撮られて病院に飾られたりとか、はい、それぐらい珍しいです。大人がなるのはまあまれやと赤ちゃんしかない、はい、うん、まあ、で最近 PC 交代言ってパソコンのこと誰も気づかないで PC 交代、はい、でウイルスに気ぃつけやっていう、うん、でウイルスっていうのはまず分かってないんで、はいはいはい、パソコンから出てきて自分に害を与えると思って軍手はめてマウスを持ってマスクしてサングラスかけて帽子かぶってパソコンやってたとかそういう話はたくさんあるんですよ。風邪帽子と同じ対策やろ、はい、蜂蜜取る人みたいな。そうです、そういうのでパソコンをしてたと。あと自転車の撤去のバイトっていうのに行ってあったんですけど、まあ自分の最寄りの駅に自転車乗って行ってバイト行って、うん、その現場がその駅だったんですって。ほんで行って気づかんと自分の自転車を撤去したんですよ。ね、気づいてないんですよ。ほんでわーってなってバイトで自転車を下ろしてほんで電車で帰ってきて自転車がないのがあって自分で貼った撤去しましたというのを呼んで取りに行ったぐらいのレベルの男ですよね。すごいレベル。これもレベルで言ったらもうね勝てないんですよ。分かってない。その人が ある日車に乗ってってるんですよ、まずそれで車の免許を交付してええのかという話なんですけども、ね、うん、わーって乗ってはってで親友が子供が生まれると、うん、で子供が生まれたらすぐお前にメールをすると、うん、ね、だからお前すぐにメールするって言われたらすぐにメールが来ると思ったらすぐ見なって思うんでしょうね、うん、で車運転しててでこう右折するときに、はい、今はダメですよ、はい、その当時はまだ触ってもよかったんですよ携帯を、うん、運転中、はい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 、わーってなった時にメールの音が鳴ったんですよ、うん、でそのこのメーターのとこに置いてたんで、うん、曲げた瞬間にハンドルの隙間に手入れたんですよ、ね、わーって入れたんですよ。戻らないですよね。戻ったらこないなるわけですから、わー言うてバーンと電信柱に激突したんです。ほんで車は何もしてへんのになーって言うたままなんですよ。なー言うてこないなんだからメール見たら全然関係ないクレから毎度っていうメールが来た。毎度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 全損です。全損全損です。挨拶メールね。挨拶毎度だけで全損。愛すべき来ないなって全損すごいな。愛すべき天然でした。いやーすごいですね。いやー面白い。ちょっと待ってくださいね、はい、あ今日結構まんべんなくいくね。よし一発目よし。前回ですね、僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい、記憶に新しいでしょう。でそこで僕止まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこ、うん、ちょっともうビデオで撮ったの。バカですよ。バカ。思春期やから。思春期やから。中学生ぐらい？それはね、いや、そうですね。もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きかったですね。今の、はい、今のビデオカメラじゃないですもん。じゃない。結構でかいでしょ。ベータの。ベータや。はい。うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。結構じゃん。そうですよね。
でそれが家にあったんで、絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ取ったろって決めてたんですよ。ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ。ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ。でここチャンスやと。ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で早うお姉ちゃんお風呂入らへんかな、早うお姉ちゃんお風呂入らへんかな思ったら、2階からこうタンスがうんカチャッでこう閉まる。あっしこうパジャマ取りよったなとそこまでわかるんだ。もうわかります。すごいっすね。ほんでよしここやと思ってこたつに入って、こうこっちがテレビやって、でこたつにこう入ってるわけですよ。ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきて、ちょっと開けて大輔さっきお風呂入っていいみたいな。ほんで僕は全然楽しみじゃないと、今楽しみにしてたの隠して、いや入ってこいや何いちいち言うてんねんお前強がってっていう芝居をしてるんですよ、はいはいはい、芝居興味全くないよ、興味がないとお前なんかにほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ、ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケだなんか勝手口のねあの顔がカチャンって言うから、って言って声でごまかして、声でごまかしてゆっくり出て行って、でまずそれを置いてあのお風呂のとこにこう行くんですよ。ほんでゆっくりこう開けて、ほんでもう一回こう戻ったんですよ。ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと頭洗っとると。でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガチャンうーんって言うんですよ。当時特に言うわね。だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガチャンうーんすげえほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから向こうの方行ってこう停止グーンって押して、また撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して、巻き戻して再生押してガチャンって見て、あ撮れてへんと、もうちょっと角度こうしたらええで決めて、またガチャンって言って行って、またこうするわけでしょ。重い重いから、ちょっと重たい、でかいから、撮れたからでかいから、ほんでまたそこでガチャン 見るんですよ。ほんなら取れてへんと、取れてへん、取れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら取れんやろ思って、ガチャンうーん言ってパッて行ったら電気消えてたんですよ。やばいと思って、もう外にそれ置いてまた勝手口から入ってこたつの中入ってテレビ見るんですよ。ほんならお姉ちゃんがお風呂上がったでみたいな、もういちいちええねん心臓バクバクですよ。ドッキドキしてるんですけど普通予想ってめえねんそんなに、ねえって言いながらね、やったというちょっと。でもそんなお姉ちゃん知らんやろ。お姉ちゃん知らないです。知らんよな。あ、これで初めて知るんですか。これね、多分初めて。でもその後ぐらいにお風呂覗いてても近所の人に見つかったらやばいなと思って、一回お姉ちゃんに、ちょお前もう胸見せてくれと。お前よ急やな、隠して風呂とか入ってるけど、なんかもうええやんけ兄弟見せてくれや言うたことはあります。何を言ってほらお姉ちゃん、なんかもうええやんってなんすか。大輔の言うてること分かるけど分かんのかい、分からんやろ。いやそういうの言いますよ。うちの俺がそういう感じ。なんでひっちゃんやん。分かんないよ。なんかいや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ。悪いんや隠してた。いいお姉ちゃんですよ。分かってるやったらいいか。男心ね。すごいな。ほんの2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら、携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たら、うちの嫁から電話が、メールが入ってて、で、子供ちょっとおばあちゃんとか預けて、ちょっと買い物したいので、今買い物中です、みたいなメールが入ってたんですよ。ああ、そうなんや、と思いながら。で、まあ仕事わーっと終わって、思ったより早く終わったんですよ、仕事が。あ、どうしようかな、と思って、まあまあまあ、じゃあ家帰ろうか、と思って、一回家帰った。だまだ帰ってきてないんですよ。で家で一人で、あ、まだ早いしどうしようかなと思って、誰かと飯でも行こうかなって携帯こう出してこう、なんとなくこういじってたんです。で今までそういうとこめったにいじらないんですけど、その日に限ってたまたまカレンダーのとこちょっといじって、
そしたら結婚記念日って出たんですよ、はい、マジかと、はい、ついてんのかついてんのか知らんけどやったと、うん、危ないとこやと、うん、何してんのよ、うん、じゃあ子供預けてんのも、はい、買い物してんのももう全部伏線やそれ、はい、だからもう多分プレゼントも結婚のプレゼント、はい、あどうしようやばいやばい俺何にも買うてないしどうしようどうしようと思う、はい、ちょっと落ち着けちょっと落ち着けで一旦あえてちょっとクールダウンして、はい、ちょっと低いトーンで電話したくた、はい、もしもしもう帰っていいだけどみたいな、はい、あそうなんだ、はい、あのちょうどご飯もあれだからもうじゃあもう一緒に食べるとか言って、はい、あのい何度か行ったことある店もうじゃあそこ行っとこうか、はい完全に予約してるじゃないですか、はいね、2人きりで ね完全じゃないですかでも、うん、まあでもそんな腹減ってへんけどなとか言うなかったバック切ってからもうバックバックで、はい、もう完全に向こうが言えへんってことは、はい、俺言ったら思いっきり言われますよ、はい、もうコーナー追い込まれてボッコボコでやばいっしょ、はい、やばいっしょ、はい、今さらプレゼント買いに行く時間もないし、はい、うわどうしようどうしようと思って、はいとりあえず今まで結婚してからほとんどつけたことない結婚指輪をつけていったろと正直どこにつけるかもわからんからヤフーの知恵袋で調べてわかるでしょつけてほんであえてちょっと遅れ気味でわー行っていきなり来られたら辛いから、はい、もうね座ってましたよ、はい、嫁がね、はい、座ってるところにもうあの結婚披露宴さながらに、はい、ビッカーして、はいダメしや、はい、ほんなら嫁がパッて見てふぅってなってるんですよ、はいうん、ね、はい、用意してた言葉、はい、結婚記念日ぐらい覚えてるっちゅうねん、はい、そしたら嫁が、はい、10日前に終わってるけどって言われて僕カレンダーの付け間違いしてたんですよ深井そこから15分苦笑い深この前深井ありますよ15分全部たまたまやったみたいな深井全部たまたま深井さあ宮迫うちのあのマネージャーの話なんですけども、はいはい、うちのマネージャーあの国立大学出ててすごい頭賢いはずなんですけども、今吉本そんな前言うよ、はいはい、本当にミスばっかりするんですよ、うん、ほんで怒られるとすぐパニックになるんで、あだ名がパニック吉原って言われてるんですよ、ね、吉原って、まあ、前今田さんのマネージャーと出て、名古屋の駅で怒られすぎて気絶したっていうエピソードを持ってるそう駅のど真ん中でお前たちの早いうわー倒れたっていうエピソードを持ってるやつなんですけども、本当にミスばっかりするんですよ、うん、で前に台湾の方でロケがあったんですよ、いろんなタレントさんと一緒やったんですけども、それが終わって空港に帰る時にロケバスがでかかったんですよね、はい、でそのロケバスを空港の前に止めてられへんから一旦これ一周回ってこなあかんと、その時みんなタレントさんみんな寝てたんです疲れて、ほんでマネージャー陣がじゃあタレントさんのパスポート預かってるんでチケット交換してきますとバーッと出ていくわけですよ、うん、ほんで出て車バー動き出して僕うっすら起きてたんで、でうっすらパッと前見たら前に吉原が寝て座ってるんですよ、うん、じゃあお前俺のマネージャー俺のパスポートお前持ってるやんけと、うん、慌てて車動き出したんで、おい吉原お前俺のパスポート持ってるやんけ、お前行かへんかったら俺帰られへんけ日本に言うた、あすいませんって運転手さんが外人さんやったんですよ、でもあの国立大学出てるんで英語喋れるんで、よしやら英語は通じるからお前英語でバス止めてもらえ言え言うた、わかりましたって英語でなんか言ってるんですよ、でも全然バスが止まらないんですよ、よしやらもうややこしいこと言わんでね、とにかくストップって言え、よしやらストップって、よしやらって僕振り返って僕にイエーって言ったんです、どっちにすなぶらーちゃんぽんなってもイエなんじゃお前それでも止まれへんし、それでも止まれへんし、ストップエボケほかあの僕小学校のあの3年生の時にね、うん、マクドナルドが東大阪市というところでできまして、で
そこで誕生日パーティーをするのが流行りになってしまったんですよ。あったあった。はい、ドナルドが来てくれて、でみんなやってて、僕は1月生まれで早行きで言うたら遅いわけですよね、普通の人より。でおかんに言うたんですよ、マクドナルドでみんなでやってほしい、この同級生集めてって。めっちゃキレまして何を言うてんねや、うち明日の飯もない飯もないのに。でその時正直言って、昼ご飯持ってきたパンの耳とかやったんですよ。そんな何を言うてんねやと。でも子供はどうしてもやりたいって言うたらやりたいとね、でやらせてくれって言うたわけさ、ほんなら、分かったと、家を、そのマクドナルド風にしてあるからってで、アイディアママや、はい、まあ4畳半ですわ、家ね。で友達15人ぐらい来たんですよ、ほんでおかんそんなに来ると思ってなくて、カレーを6皿分だけ用意してたんですよ、ほんなら一人ね、みんなプレゼントとか俺に持ってきてくれたのに、カレーとりあえずこれぐらいしかないですね。これぐらいしかないです。一人頭。もうその時点でもうちょっとこいつなんやねんっていう、僕 B もあぶせられてるんですよ。みんなマクドナルドでやってるの、まあ、こんないい呼びやがって。でちょっと俺ちょっと泣きそうになってね。おかんカレー足らんって言うたら、巻き寿司持ったおかんがどうもそのドナルドをマクドナルドのドナルドじゃなくてアヒルのこの口つけてそれやと思って持ってきた上に一人500円ずつって言ってた。それから1週間ぐらい無視されたあのドナルドと間違ってたんや。はい、ドナルドを探してみたら70人なんでね。ほならみんなに聞いたらそのアヒルのやつやってたから、口おかん要塞と和塞できるんですけど、口作ってでここちょっとお尻のやつボンって中入れて負けた時間。すごいですね。いや黒田ってすごいな。本当に。いきます。はい、はい、あ、小葉。はい、これ、中目黒の横断歩道で待ってちょっと、まあ、世知辛いとか言って誰が悪いんだっていう寂しい話なんですけど、横断歩道で待ってたんですよ。まあ、前に女の人が、まあ、立ってたんですよ、斜め前ぐらいに。でこれ結構女の人に聞いたら結構あるあるらしいんですけど、なんかカラータイツみたいなの上にミニスカートみたいなの履いてて、なんかそれがね、一回トイレ行った時かなんかにスカートをタイツの中になんか入れちゃってるみたいで、お尻丸出しみたいな、これ女の人聞いたら結構あるのよって言うんですけど、お尻が、ま、言ったパンツというかタイツが丸見えで、うわっと思ったんですよ僕。まあちょっと見とこうと思って、すごい綺麗な人だったんで、よく出会うなそういうのに。そうなんですよ。それを一緒に信号待ち、まあ、同じタイミングで信号待ちしてただけの人なんですけど、おばちゃんがね、直してあげたんですよ。パーって言って、あっってなって、でこうパーってやった時に、多分女の人がその急にお尻のあたりコソコソされたもんやから、ナイスやなってパーって言って払ったんですよ。でパー払ったら見たらおばちゃんやし、多分おっさんとかに触られたんや思って手払ってみたら、で多分いろいろ理解はしたんでしょうけど、なんか恥ずかしさとか気まずさで、そのもう信号変わるか変わらんかでもう走ってバーって行っちゃったんですよ。おばちゃんは親切でやったのに、手弾かれるわ、叩かれるわ、お礼も言われんで走り去られたので、呆然としてたんですよ。そのおばちゃんにおっさんが一人近寄ってきて、余計な真似をするなって言われた。もう救えない話。余計なことをするな。世知辛いね、確かにね。いきます。おー、じゃあ、蜂蜜いこうか。なんでなんで喋ってないっすよ。
んちゃうこっちのままやとオープニングでいけそうな気がする言うてだけでそれもそれでそれもそれでそれもそれで結果としてドンズベリでしょそれはじゃあ天心天心金村行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、僕、まあ、やらせてもらうとエロシーンっていうのが、うん、まああるんですけど、まあ、伝統的な日本の伝統的なものである詩吟と、まあ、エロとこう融合させたものなんですけども、まあ、その詩吟の方がですね、うん、僕小さい時からお父さんに、はい、教えてもらってまして、お父さん師範なんですね詩吟の、すごいね、で僕9歳の時からずっとやってまして、30歳で詩吟の師範代をほんまに、取りまして、詩吟師範代でやってるんですけども、でエロ詩吟をやってるっていうことは、うん、親父には内緒でちょっとやってたんです、うん、その親父がちょっと厳しい人であるんで、うん、まあ、真面目なもう厳格な親父なんで、うん、まあ、内緒でずっとやってたんですけど、うん、今年の年始ぐらいにテレビでやってるのを、うん、親父がちょっと見かけたみたいで、うん、まあ、電話かかってきまして、うん、ちょっと一回帰ってきなさいと、あら、話があると、うん、あ、分かったって怖いね、これはもうこっち怒られるやん、ね、で帰って、うん、もう親父がもう待ってるんですよ、うん、もうそこ座れっつって、うん、はい、つって、もうこれ怒られると思ったから、うん、ごめんなさいって言ったら、うん、いや全然ええよ、あら、エロと詩吟面白いやないかって言うたんです、全然ええよエロと詩吟面白いやないか、ただ詩吟が下手すぎるやろって技術の面で怒られたそっから猛特訓ですよお前のやつはな、こう舐めててーと一本上司やもっと舐めててーやとやりたい、もう親父の口からそんなん聞きたないわ、もう最後のお前こすりつけるこすりつけるちゃこすりつけるやろなあお母さんお母さんに言うなよお母さんに言うと恥ずかしいいや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 真面目いきます。あ、ごめん。はい。うちのお母さんなんですけど、うん、まあちょっとだんだん坂東英二さんに似てたっていう話は前回、あ、はい、あったね。というかもうほとんど坂東英二さんなんですけど、うん、ついこの間ですね、お姉の方からメールが来まして、うん、うちのおかん恋愛しましたみたいな。うん、週に1回デートしてますみたいな。でこれどうしたのかみたいな、で一回電話したんですよ、でちょうどその電話した時は実はこの滑らない話 の傑作集みたいな感じでうちのおかんが滑らんなーっていうシーンが依頼であったんですよ実は、で滑らんなーっていうくだりやけどごめん頼むなっていうのは先にそっちの方だけ言うたんですよ、で実はちょっともうそれもほんま言ったらしたくないねんとかっておかんが急に言い出して、え、どうしたんおかんって、いや別にテレビに出るような服も持ってへんしもういや滑らんなの一言も言われへん、いや滑らんなの一言は別にええやん、で服ももしあれやったら買うけどそれ服がないっていうのもおかしいやんか、自分裸で過ごしてないやろ、いや裸ほぼ裸やもういやいやいやほぼ裸とかっていうのおかしいやん、いやもう逆にほぼ裸としたら何年ぐらいほぼ裸やったん、もうほぼ15年ぐらい裸や、いやそんな人おらんそんな捕まるもんスーパーに買い物行ってるしほぼ裸でスーパー行ったら捕まるもんもう嘘だけやめてや、冬服なんか一着も持ってへんしみたいなことごっつなんか急に切れ出してお金も仕送りももちろん毎月してるんです、で服もあかんかったら買うてるんです、美容院も僕が出してるんですよ、なのに急になんかその時ばかりすごいお酒飲んでて切れて冬服も全然持ってへんし夏しか持ってへんねんみたいな、夏服で15年間ずっと過ごしたんやだから冬カサカサやしみたいなことでふざけ出したから、うん、ちょっと息子としてちょっと一回切れとかなあかんと思って、お前マジでええ加減にしてくれってなって、おかん今までずっと俺ええ感じで言ってたけどちょっとここはきつく言わせてもらうわ、お前が夏服だけで15年間とか息子に対してそんな嘘つくんやったら俺今後一切仕送りも何もせえへんからなみたいなことで強く言ったんですよ、夏服以外何もない、うん、ええ加減なこと言うなよって言ったらおかんがごめん夏服だけじゃない忍者の服も一着あるって言うんですよ、ね、まあ僕が以前帰った時に鎖片びらみたいななんか糸系のやつを着てた時に僕が忍者みたいな服着んなって言うたんですよ、でそれをまたバカにしてでそんなことを言ってたんですけど、身なりは完全に坂東英二です、大変愛嬌、俺ってな俺ってそんな感じなのかって言うから、あ、はい、そうですよ、はい、
いや俺って面白いなって言ってたんですよ、ね、それからずっとこれで武さんのモノマネやっていけんじゃないかなと思ってどんどん調子に乗って、最近あの事故に遭う前のモノマネと事故に遭った後のちょっとモノマネもちょっとさせていただいてて、なんかその事故に遭う前の武さんは、はい、豊山大生、今週もですね、スーパージョッキー張り切っていきたいと思いますけどっていうのが事故に遭う前で、はい、事故に遭った後のモノマネっていうのが、はい、ちょうど東条英機を武、うん、さんがこうやってる時に、はいはいはい、あの杉山参謀総監のあだ名を知ってるかあれはな便所の戸と一緒だっていうやつをやったんですよ。すごい、めっちゃうまい。それをやってたんですよ、うん、でもちょっとさ、やっぱりそういうモノマネってやっぱりやっちゃいけないんじゃないかなってだんだんこう思ってるじゃないですか。やっちゃいけないことを僕やってるんじゃないかなと思ってたら、たけしさんが一回松村楽屋に来いと言われたんで、僕ちょっとなんか怖い、ちょっとドキドキする感じでちょっとどう思うって言ったら、おう松村、うん、お前な、うん、俺のお前事故にあったモノマネとかやってらしいな、お前ちょっと来いよお前よ松村、うん、お前な、うん、俺のモノマネやってるけど、うん、一つ言っていいか、うん、右左が逆だぞっていう。武さんに細かくモニター越しに、松村、モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって。細かいところまで教えていただきましたですね。これはすごいわ。しょうがないな。はい、竹山。あのうちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、あ、ブッチャーさんね、で年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、あのブッチャーさんってなん今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行って、うん、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、うんうん、だものすごいベンチから怒るわけですよ、うん、何しとんねお前はそんなピッチングでって、うん、もう変われっつって、うん、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとか、うん、そういうことばっかりある人なんですけど、うん、それブッチャーさんとですね、あのうちの、 あの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね、うん、なんであの中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場について、まあ、壁が少し厚くなったので、うん、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱりいびきはいびきなんで、うん、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです、僕の寝室の隣の部屋に、ね、はい、なんかその部屋がすごく彼にとって素敵な感じがするみたいな、景色が良くて、ただまあ僕はうるさいのが嫌なんで、隣の隣の部屋にそのヒロ君の寝室を作って、うん、そうしたいね、でヒロ君こっち入ってこれないようにここを物置部屋に、うん、はい、してなんとか、まあ今は音が平気なんですけれども、うん、そのおじさん多分皆さん全然想像つかないですよね、つかない、ヒロ君つかない、結構こう甘いマスクで、まあ、30代の時なんかは、まあ、バブルの頃ですから、彼が銀座のこうクラブとかはしごをしてたんで、うん、銀座のジャッキーって言われてたんですけど、うん、ただやめてほしいことがあるんですけど、ジャッキーに、はい、なんか僕と稲垣吾郎と友達だって言いふらすんですよ。でもまあ、まあ、一般の人やし言っちゃうかな、まあ、芸能人の友達って一応それがダメじゃないですか、お約束って、まあね、はあ、でそれを証明するためになんかどこで拾ったのか分かんないんですけど、僕の期限が過ぎた免許証、車の穴が開いたやつ、穴開いたやつね、あれをいつも財布に忍ばしてるんですよ、ジャッキーが、銀座のジャッキー、それでもこれ稲垣吾郎と友達だっていうことですね。何って今ジャッキーの話なんですけど、ジャッキーの話、ジャッキーの話、最後、じゃあ今日ももしかしたら家帰ったらおられるかも分かんないですね。あ、いますいます。趣味が散歩で、はい、あ、ヒロ君必ず言うことが、うん、走るな、膝を悪くするから歩けって言う。ジャッキー、ジャッキー、ジャッキー、出会いは出会いは、あの、あるワインバーで声をかけられて、友達になったんですけど、うん、まあ、会社の役員の方なんで週に1回の役員会議しか仕事がないので、
結構時間があるんで、もう本当に毎日5時間ぐらい散歩してるんでそのまま散歩したまんまうち泊まりに来たりとかして。それ許してんのがすごい、ね、受け入れてんのがすごいです、はい、初めて聞きましたよ、他のメンバーも知らないです、もうなんとか引き出してヒロ君っていうおじさんの友達がいるっていうところまでは知ってたんですけど、ゴロチとか部屋とかもあるなんて、ちょっとジャッキーだから、ジャッキー銀座のジャッキーですけど、そいつやばいよ、やばいよ、そいつやばいのかな、やばいよ、やばいよ。それを言わずにみんな我慢してるんだ。気づけよ、いやいや気づけって。いやすごいいい友達の、そいつやべえよ。ねえ、そらそら断片いっぱい、グループとしてはね、グループとしては気になるとこやべえやつ、やべえやつ入ってちゃってんだ。次はこの人やっちゃいけないんじゃないかなってだんだんこう思ってるじゃないですか。やっちゃいけないことを僕やってるんじゃないかなと思ってたら、たけしさんが一回松村楽屋に来いと言われたんで、僕ちょっとなんか怖い、ちょっとドキドキする感じでちょっとどう思ったら、おー松村、お前な、俺のお前事故にあったものまねとかやってるらしいな、お前ちょっと来いよお前よ、松村お前な、俺のものまねやってるけど一つ言っていいか、右左が逆だぞって言う。かっこいいな、かっこいい話。その後にたけしさんに細かくモニター越しに、松村モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって、細かいところまで教えていただきました。これはすごいわ。はい、竹山。うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で、まあ、年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、ブッチャーさんって今で言うとそうですね、出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行って、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねんお前は、そんなピッチングでって、もう変われっつって、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとかそういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、うちの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね。なんで中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ。でその日なんかそういう人間の葬式っていろいろこの日にちの問題があって、実は混んでる人があるんですよね。でその日偶然火葬場が混んでて4つぐらい焼くとこがあったんですけど全部混んでたと、でブッチャーさんどうした、ブッチャーさんどうしたって言ったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、バスに乗り遅れてると、で今タクシーを飛ばしてこっちに来てると、でこっちに来てるとこっちももう役手前だぞと、どうすんだどうすんだって言ってる時に、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、一番向こうが入り口だったんですよ。だそこでブッチャーさんが泣きながら、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ。だから遅れてきた、間に合った間に合った、ブッチャーさん来た来たってこう見てたら、一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ。だからおそらく全然知らない人の棺桶の顔を見たと思うんですね。顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で、誰やこいつって声したら、誰やこいつって、って思って、でそこで僕らもこれダメだったんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭洗とると、でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガッチャンうーって、当時特に言うわね、だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーって、ほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから、向こうの方行ってこう停止グーンって押して、また撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して、巻き戻して再生押してガチャンって見て、あ、撮れてへんと、もうちょっと角度こうしたらええで決めて、またガチャンって言って行って、またこうするわけですよ。
く重い重いからちょっと重たいでかいから取れたからでかいからほんでまたそこでガチャ見るんですよ。ほんなら取れてへんと取れてへん取れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら取れんやろ思ってガチャンうーん言ってパッて行ったら電気消えてたんですよ。やばいと思ってもう外にそれ置いてまた勝手口から入ってこたつの中入ってテレビ見るんですよ。ほんならお姉ちゃんがお風呂上がったねみたいなもういちいちええねん心臓バクバクですよ。ドッキドキしてるんですけど普通予想ってめえねんそんなつもりねえって言いながらねやったというか。おやでもそんなお姉ちゃん知らんやろ。お姉ちゃん知らないです。知らんよな。あこれで初めて知るんですか。これで多分初めて。でもその後ぐらいにお風呂を覗いてても近所の人に見つかったらやばいなと思って一回お姉ちゃんに、うんちょお前もう胸見せてくれと。お前よ。急やな。隠して風呂とか入ってるけど、なんかもうええやんけ兄弟。見せてくれや言うたことはあります。何を言ってんの。ほらお姉ちゃんなんか。もうええやんってなんすか。大輔の言うてること分かるけど。分かんのかい。分からんやろ。いやそういうで言いますから。うちの俺がそういう感じちゃんやん。なんかいや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ。悪いんや隠してた。いいお姉ちゃんですね。いやいやいや分かってんやったらいいか。男心ね。すごいな。ほんの2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら、携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たら、うちの嫁から電話が、メールが入ってて、で、子供ちょっとおばあちゃんとか預けて、ちょっと買い物したいので、今買い物中です、みたいなメールが入ってたんですよ。ああ、そうなんや、と思いながら。で、まあ仕事わーっと終わって、思ったより早く終わったんですよ、仕事が。あ、どうしようかなと思って。運動がないんで、僕市役所行って空いてる空き地がないか。で調べて学校から15分走ったところにグラウンドが空いてるっつって、じゃあランニングがあったら毎日そこ行こうで行ってそこにライトもないんです、で空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、夜間それで練習したんです、これでやろうっつって、やろうやろうっつって、結果俺補欠だったんです遊べるだけ遊べる俺補欠ですかっつってここまでやったんですよ。市役所行って俺全部やったんですよ。向いてたんです。全部やって補欠だったんです。マネージャーに向いてたんです。そっちの方が向いてたんです。そうそうね、その間にバローをね。そうそうそう。いやいやいや、まあそういうこともあるよ。それは厳しいっす。ある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 。あ、まあ、コージー富田さんの話なんですけど、昔から結構コージ富田さんと僕仲良くて、よく飲みに連れてってくれるんですね。で結構すごく酔っ払う人なんですよ。酒癖があんま良くなくて、でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木のまああんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ。そしたらこう二人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あ、もうちょっとめんどくせえな、みたいな、ちょっと思っちゃいけないですけど、思ってたんですよ。そしたら、パッて横見たら、向こうで見たことある人が、こう座ってるんですね。二人で。で、パッて見たら、今、オリックスの、まあ、その当時、巨人だった清原選手が、向こうで、多分コーチかなんか二人で飲んでたんですよ。で、僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ。そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちに清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、したら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがママに、ママさちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。
そんでこうウォー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 っつって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二と話してた清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ、おっさん放送作家で、こうなった時に早く俺とこのサダがペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからサダにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってくれたら、はい、ね、あのうんっていうことで、はい、おっさんはあペアなんや、はい、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんどうぞってちょっと のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はサダにうんってこう思う見てるんですけど、サダはもううん、いやじゃあ松本さん、あなたがねサダに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、空気読んでくれサダお前やろってね、で俺からもしサダにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられへんよなって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん、いやなんか見透かされてるような気がするんですよ、だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクション起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。それと一緒。ペア感来いやって。ペア感来いやってやるんですけど、サタン見たら。マジか、こいつマジかって。でもう、これはもういかんのですけど、これだけやりたくないんですよ、はい、もう第二の矢を放つしかないじゃないですか、はい、あのもうこれ本当ルールギリギリなんですけど、ルールギリギリなんですよ、あっつわそれアウトじゃないですか、アウトこれはギリギリせーのやアウトのだってそのとこわーってなった時にメールの音が鳴ったんですよ、うん、そのこのメーターのとこに置いてたんで、うん、曲げた瞬間にハンドルの隙間に手入れたんですよ、バーって入れたんですよ、戻らないですよね、戻ったら粉になるわけですから、わー言うてバーンと電信柱に激突したんです、ほんで車は何もしてへんのになーって言うたままなんですよ、なー言うて粉になりながらメール見たら全然関係ないクレから毎度っていうメールが来ました、前奏です、前奏前奏です、挨拶メールね、挨拶毎度だけで前奏、愛すべき来ないなって前奏すごいな、愛すべき天然でした、いやーすごいっすね、いやー面白い、ちょっと待ってくださいね、はい、あ今日結構まんべんなくいくね、よし一発目よし、前前回ですね、あの僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか、はい、記憶に新しいでしょう、でそこで僕止まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が、実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこちょっともう、うん、ビデオで撮ったろうな、思春期やから思春期やから中学生ぐらい、それはね、いや
そうですね、もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。今の、はい、今のビデオカメラじゃないですもんね。じゃあ結構でかいでしょ。ベータのベータや、はい、うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。でそれが家にあったんで、絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ撮ったろって決めてたんですよ。ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ。ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ。でここチャンスやと。ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな思ったら、2階からこうタンスがカチャでこう閉まる、あっしこうパジャマ取りよったなとそこまでわかるんだ。もうわかります。すごいっすね。ほんでよしここやと思ってこたつに入って、こうこっちがテレビやって、でこたつにこう入ってるわけですよ。ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきて、ちょっと開けて、大輔さっきお風呂入っていいみたいな。ほんで僕は全然楽しみじゃないと、今楽しみにしてたの隠して、いや入ってこいや、何いちいち言うてんねんお前強がってっていう芝居をしてるんですよ、はいはいはい、芝居興味全くない、興味がないと、はい、お前なんかに、ね、まあ1分後ぐらいに入ったんです、はいはいはい、ほんならもうすでにおっさんが一人ゴーって見ず知らずのおっさんが、で佐田がその奥のとこに座ってて、でそんなに広いサウナじゃないんで、あまあまあええわと思って、僕は手前のとこに、まあだからもうおっさん、まあ知らんおっさん間に挟んで、まあ、全員おっさんですけど、うん、こうバーッとこの時に、はい、まあおっさんは松本やっていう、うん、ね、はい、もう分かってますよね、はいはいはい、であのこいつは全然顔もささないただのおっさん、はい、放送作家、うん、でこうなった時に早く俺とこの佐田がペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからさらにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってってくれたら、はい、ね、あのうんっていうことで、はいはいはい、おっさんはあペアなんや、はい、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほんなおっさんどうぞってちょっと のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はサダにうんってこう思う見てるんですけど、サダはもう、うん、いやじゃあ松本さん、あなたがねサダに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、空気読んでくれサダお前やろってね、で俺からもしサダにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられへんよなって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん、いやなんか見透かされてるような気がするんですよ、だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクションを起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。それと一緒。ペア感、来いやって。選手は向こうで、多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ。うん、で、僕、めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ、清原だと思って、めちゃくちゃ興奮して、もうずっとコージさん、見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、うん、そうお前なんであっち見てんだよみたいなことを言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ、したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ、いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、そしたら全然興味ねえんだよつって、
でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 つって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二と話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原もあれあいつモノマネの浩二じゃないかみたいな感じになって、でウォー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 つって清原さんにどんどん近づいてきたんですよ。こっちに清原俺ももうめちゃくちゃテンション上がって、うわ清原だと思って、そしたら浩二さんにこうやって清原こうやってポンポンってしたら、浩二さんがうわーつって本当に知らなかったみたいで、本当に知らなかったみたいで、うわーつって、なんだこの人みたいな感じで、たまたまトンボを歌っただけだった。偶然トンボを歌っただけだった。清原さんはサービスで歌ってくれてるやつで、でコージーみたいな感じで来たんですけど、清原さんみたいな感じで、なんだこいつみたいな感じで、確かに知らない人からしたら怖いか。で清原がなんだこいつみたいな感じで向こう行って、そのまま店帰っちゃったんですよ。なんだよお前と思って、せっかく仲良くなれると思って。本当に知らなかったんだ。本当に知らないですよ。これはいいですよ。あら田村、はい、その続き、その後、まあ、その後あの友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあ、よかったよかった、3人で住んでたんですけど、まあ、お金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると、その1膳は食べてもいい、ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やって、はいはい、だからこのご飯1膳でお腹膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、その続き、その後、まあ、その後、友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあ、よかったよかった、3人で住んでたんですけど、うん、まあ、お金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると、その1膳は食べてもいい、ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やって、はいはい、だからこのご飯1膳でお腹膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、米をひたすらに、うん、でまあ噛んでたんですよ、うん、ほんだら、まあ、お米ってだんだん甘みがするんですよね、噛み続けたして、まあ、やっぱなくなっていくんです、ダメなことに、うん、なくなっていくんですけど、うん、そのまま噛み続けたら、うん、もう一瞬ふわってする瞬間ある、うん、死ぬか、死ぬの、一瞬で、一瞬で上がるんですよ。上がった、はい、でこれをすごい発見やして、田村家では味の向こう側って呼んでる。見えるっていう、味の向こう側が見えてしまったんだ。すごいね、面白すぎるやろそれ。あ、ジュニア、フジテレビでやってる、このソモさんセッパっていう、ね、クイズ番組、謎々を解くね、うんうん、ソモさん言われて、うん、でセッパーって言って、うん、こう答えが分かったら、うん、こう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて、うん、セッパーセッパーなら、正解ならセッパー、うんうんうん、これ間違ってたら、はい、タウオッケーって言われるんです、うん、っていうのが今やってるんですけど、うん、今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて、うん、今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけど、うんうん、でやってたら、経済評論家の勝間和代さんが、はいはい、っていう方がね、出てはったんですよ、ね、ね、ですっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし、頭もね、それはもちろんすごいいいでしょうから、もう一生懸命その謎々に取り組みはるんです。で、まあ、ある問題が出て全然分かんなかったです、誰も。勝間さんが、私分かった
っつって書こうとしたら、なんか不具合で、ちょっとこれ書けないんだけど、ちょっとこれ書けないんだけどって、まあたまにあるね、たまにあるじゃないですか、あのね、液晶画面に書けないみたいな。スタッフさん入ってきやって、ファファファってやったら、まあ2、3分ですいません直りましたっていうのが、まあごくごく普通じゃないですか。ちょっと書けないんだけどってスタッフさん、すいませんって入ってきて、おちょおちょやってるんですけど、5分ぐらいやっても直んないんですよ。で、英語は通じるから、お前英語でバス止めてもらえ、言え、言うた、分かりました、英語で何か言ってるんですよ。でも全然バスが止まらないんですよ。よしやら、もうややこしいこと言わんでね、とにかくストップって言え、よしやらストップって、よしやら言ったら、僕振り返って僕にイエーって言うと、どっちにするブラーチャンポンだって、何ちゃうもんね。それでも止まれへんし、それでも止まれへんし、ストップ、ええボケほかどうだ、あの僕小学校のあの3年生の時にね、マクドナルドが東大阪市というところでできまして、でそこであの誕生日パーティーをするのが流行りになってしまったんですよ。あったはい、ドナルドが来てくれて、でみんなやってて、僕は1月生まれで早行きで、あの言うたら遅いわけですよね、普通の人より。でおかんに言うたんですよ、マクドナルドでみんなであのやってほしい、この、あの同級生集めてって、めっちゃキレまして何を言うてんねやって、うちは明日の飯もない飯もないのに、でその時正直言って、昼ご飯あの持ってきたパンの耳とかやったんですよ。そんな何を言うてんねやと。でも子供はどうしてもやりたいって言うたら、やりたいとね、でやらせてくれって言うたわけさ、ほんなら、分かったと、家を、そのマクドナルド風にしてあるからってで、アイディアママや、はい、まあ4畳半ですわ、家ね、で友達15人ぐらい来たんですよ、ほんでおかんそんなに来ると思ってなくて、カレーを6皿分だけ用意してたんですよ、ほんなら1人ね、みんなプレゼントとか俺に持ってきてくれたのに、カレーとりあえずこれぐらいしかないですね。これぐらいしかないです。もうその時点でもうちょっとこいつなんやねんっていう、僕 B もあぶせられてるんですよ。みんなマクドナルドでやってるの、まあ、こんないい呼びやがって。でちょっと俺ちょっと泣きそうになってね。おかんカレー足らんって言うたら、巻き寿司持ったおかんがどうもそのドナルドをあの、ま、マクドナルドのドナルドじゃなくてアヒルのこの格好つけてそれやと思って持ってきた上に一人500円ずつって言ってた。それから1週間ぐらいあの無視されたされるやん。あのドナルドと間違ってたんや、はい、ドナルドですみたいなメールが入ってたんですよ、はい、ああそうなんやと思いながら、でまあ仕事はーっと終わって、思ったより早く終わったんですよ、はい、仕事が、はい、あどうしようかなと思って、まあまあまあじゃあ家帰ろうかと思って一回家帰った、はい、だまだ帰ってきてないんです、はい、で家で一人で、あまだ早いしどうしようかなと思って、はい、誰かと飯でも行こうかなって携帯こう出してこう、はい、なんとなくこういじってたんです。今までそういうとこめったにいじらないんですけど、その日に限ってたまたまカレンダーのとこちょっといじって、はい、そしたら結婚記念日って出たんですよ、はい、マジかと、はい、ついてんのかついてんのか知らんけど、はい、やったと、うん、危ないとこやと、何してんのやろ、じゃあ子供預けてんのも、はい、買い物してんのももう全部伏線やそれ、はいはいはい、だからもう多分プレゼントも結婚のプレゼント、はい、あどうしようやばいやばい、俺何にも買うてないしどうしようどうしようと思って、はい、ちょっと落ち着けちょっと落ち着け、で一旦あえてちょっとクールダウンして、はい、ちょっと低いトーンで電話したかった、はい、もしもしもう帰ってきたけどみたいな、はい、あそうなんだ、はい、あのちょうどご飯もあれだから、もうじゃあもう一緒に食べるとか言って、はい、あのい何度か行ったことある店もうじゃあそこ行っとこうか、はい、完全に予約してるじゃないですか、はい、そうですね2人きりでね、完全じゃないですか、もう、うん、ま
あでもそんな腹減ってへんけどなとか言ってあー分かったってバッと切ってからもうバックバックでもう完全に向こうが言えへんってことは、はい、俺言ったら思いっきり言われますよ、はい、もうコーナー追い込まれてボッコボコでやばいっしょ、はい、やばいっしょ、はい、今さらプレゼント買いに行く時間もないし、はい、うわどうしようどうしようと思って、はい、とりあえず今まで結婚してからほとんどつけたことない結婚指輪をつけていったろと、正直どこにつけるかもわからんからヤフーの知恵袋で調べてわかるでしょ、つけてほんであえてちょっと遅れ気味でわー行って行っていきなり来られたら辛いから、もうね座ってましたよ嫁がね、座ってるところにもうあの結婚披露宴さながらにビッカーして痛めしや、ほんなら嫁がパッて見てふーってなってるんですよ、もう、ね、はい、用意してたことは、はい、結婚記念日ぐらい覚えてるっちゅうねん、はい、うん、そしたら嫁が、はい、10日前に終わってるけどって言われて、僕カレンダーの付け間違いしてたんですよ深井そこから15分苦笑い深井それはね、いやそうですね、もうちょっと大きかったですね、もうちょっと大きかったですね、今の、今のビデオカメラじゃないですもん、じゃなくて深井ベータのベータや、はい、うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ深井当時はそんなに深井でそれが家にあったんで絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ取ったろって決めてたんですよ、ほんである日チャンスが来たんですよ、お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ、ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいひんわけですよ、でここチャンスやと、ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ、で「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」思ったら2階からこうタンスがカチャンでこう閉まる、あっこれパジャマ取りよったなとそこまでわかるんだ、もうわかります、すごいっすね、ほんでよしここやと思ってこたつに入って、こうこっちがテレビやって、でこたつにこう入ってるわけですよ、ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきてちょっと開けて大輔さっきお風呂入っていいみたいな、ほんで僕は全然楽しみじゃないと、今楽しみにしてたの隠して、いや入ってこいや、何いちいち言うてんねんお前、はい、強がってっていう芝居をしてるんですよ、はいはいはい、芝居興味全くない、興味がないとお前なんかにほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ、ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケだ、なんか勝手口にねあの顔がカチャンって言うから、って言って声でごまかして声でごまかしてゆっくり出て行ってでまずそれを置いてあのお風呂のとこにこう行くんですよ、ほんでゆっくりこう開けてほんでもう一回こう戻ったんですよ、ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんでよっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭洗っとると、でここでそのベータのカメラを回すとベータの音がガッチャンうーんって、当時特に言うわね、だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーんすげえほんでここで見たいんですけどここやったらまたバレるから向こうの方行ってこう停止グーンって押してまた撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して巻き戻して再生を押してガチャンって見てあ撮れてへんともうちょっと角度こうしたらええで決めてまたガチャンって言って行ってまたこうするわけでしょ、重い重いからちょっと重たいでかいから撮れたからでかいからほんでまたそこでガチャン 見るんですよ、ほんな取れてへんと、取れてへん、取れてへんかったんですよ、ほんでどうやったら取れんやろ思ってガチャンうーん言ってパッていったら電気消えてお風にしてあるからでアイディアママや、はい、まあ4畳半ですわ家ね、で友達15人ぐらい来たんですよ、ほんでお母さんそんなに来ると思ってなくて、カレーを6皿分だけ用意してたんですよ、ほんなら一人で、ね、みんなプレゼントとか俺に持ってきてくれたのに
カレーとりあえずこれぐらいしかないですね。うん、これぐらいしかないです。一人頭もうその時点でもうちょっとこいつなんやねんっていう僕 B もあぶせられてるんですよ。みんなマクドナルドでやってるのがこんないい呼びやがって、ああでちょっと俺ちょっと泣きそうになってね、ああおかんカレー足らんって言うたら巻き寿司持ったおかんがどうもそのドナルドをあの、ま、マクドナルドのドナルドじゃなくてアヒルのこの口をつけてそれやと思って持ってきた上に一人500円ずつって言ってた。それから1週間ぐらいあの無視されたあのドナルドと間違ってたんや。はい、ドナルドを探したみたら70人なんでね。ほならみんなに聞いたらそのアヒルのやつやってたから口おかん要塞と和塞できるんですけど口作ってでここちょっとお尻のやつボンって中入れて負けてしまった。すごいですね。いや黒田ってすごいな。本当に。いきます。はい。あ、コバ。はい。あのこれ、中目黒の横断歩道で待ってちょっとまあ世知辛いと言って誰が悪いんだっていう寂しい話なんですけど、横断歩道で待ってたんですよ。まあ、前に女の人が立ってたんですよ。斜め前ぐらいに。でこれ結構女の人に聞いたら結構あるあるらしいんですけど。なんかあのカラータイツみたいなの上にミニスカートみたいなの履いててなんかそれがね一回トイレ行った時かなんかにスカートをタイツの中になんか入れちゃってるみたいなお尻丸出しみたいなこれ女の人聞いたら結構あるのよって言うんですけどお尻がまいたパンツというかタイツが丸見えでうわっと思ったんですよ僕。まあちょっと見とこうと思ってすごい綺麗な人だったんでよく出会うなそういうのにそれを、一緒に信号待ち、まあ、同じタイミングで信号待ちしてただけの人なんですけどおばちゃんがね直してあげたんですよ。バーって言ってあっってなってでこうパラッてやった時に多分女の人はその急にお尻のあたりコソコソってされたもんやから内緒になるってパンって言って払ったんですよ。でバーッ払ったら見たらおばちゃんやし多分、うんうん、おっさんとかに触られたんや思って手払ってみたら、うんうん、で多分いろいろ前回ですねあの僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい、記憶に新しいでしょうか。でそこで僕止まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこちょっともう、うん、ビデオで撮ったろうバカですよ。バカですよ。思春期やから。思春期やから。中学生ぐらい？それはね、いや、そうですね。もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。ビデオちょっと今の、今のビデオカメラじゃないですもん。じゃない。結構でかいでしょ。ベータの。ベータや。はい。うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。でそれが家にあったんで絶対お姉ちゃん の, そのお風呂入ってるとこ取ったろって決めてたんですよ。ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ。ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ。でここチャンスやと。ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」思ったら2階からこうタンスがうんカチャでこう閉まる、うん、あっこれパジャマ取りよったらとそこまでわかるんだ。もうわかります。すごいっすね。ほんでよしここやと思ってこたつに入って、うん、こうこっちがテレビやって、うん、でこたつにこう入ってるわけですよ、うん、ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきて、うん、ちょっと開けて、うん、大輔さっきお風呂入っていいみたいな、うん、ほんで僕は、うん全然楽しみじゃないと、うん今楽しみにしてたの隠して、うん、いや入ってこいや何いちいち言うてんねんお前強がってっていう芝居をしてるんですよ。興味全くない興味がないと、はい、お前なんかに、ね、だからまあ1分後ぐらいに入ったんです、はいはいはい、ほんならもうすでにおっさんが一人ゴーって見ず知らずのおっさんがで佐田がその奥のとこに座っててでそんなに広いサウナじゃないんであまあまあええわと思って僕は手前のとこにまあだからもうおっさんまあ知らんおっさん間に挟んでもう全員おっさんですけどでこうバーッとこの時にまあおっさんは松本やっていうねもう分かってますよね。で
あのこいつは全然顔もささないただのおっさん放送作家で、こうなった時に早く俺とこのサダがペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたのに、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど飲んでたんですよ。で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ。そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、したら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 つって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二さん話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ、おっさん放送作家で、こうなった時に早く俺とこのサダがペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたのに、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからサダにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってくれたら、はい、ね、そうだ、あの、うん、うん、っていうことで、はいはい、おっさんはあペアなんや、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんはどうぞってちょっとよ、うん、のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はサダにうんってこう思う見てるんですけど、サダはもううんいやじゃあ松本さん、あなたがねサダに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ。でもね、もうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいのよ、空気読んでくれサダお前やろってね。で俺からもしサダにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられへんよなって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、って言えたさ聞いてくる、ちょっとエッチな女の子のふりをして、はい、手先器用ですかって送ったんです、はい、なん久保田からなんでですか、確かに中学の時作った木の船が入選したことありますかなりその気のメールが来たんですよ。で、ああそうですかと、じゃあ指先の器用さを見たいんで鶴を折って持ってきてもらっていいですかって僕送ったんですよ。なら、はい、あいつ紙持ってないから、はい、僕のところに紙を取りに来ると思ったんですよ。なるほど、はい、なるほど。でその時に嘘でしたって言おうと思ったんですけど、すぐに返事が来て、ごめんなさいと、僕鶴は折れませんと、でも千円札でターバンの口は折れますけどみたいなの来たんです。いやそうだ、これ偉いマジになってきてると、ここのままやったらかわいそうやから、うん、ごめんなさいと、うん、私はもうあなたと遊べません、うん、というのもこのあと私新大阪で MC の仕事がありますと、うん、しかも私ブツブツです、ごめんなさいと奥さん僕で分かるように、ほんなら1号車のドアが開いて、ああ久保田ちょっと待ってください兄さん、アホなことせんといてくださいよって言うかなと思ったら、うんうん、僕の横来て先輩後輩関係あるん殺すぞお前って来てうわ怖っで手見たら綺麗にターバンの口が持ってたやん。
はい、もうすでに追ってます。うわ怖っ怖っ怖っ、めっちゃ怖いやん、これ怖い、殺されるやん、殺されるやん。ただターバン野口見た時ちょっと悪いことしたなとは思ったんですけど、はい、めっちゃ怖いな、あいつ怖いよね、あいつ。たけしさんのモノマネをやらせていただいてるんですけど、初めてたけしさんにお会いしたのがちょうど僕はひょうきん族の見学に行ったんですよ。そしたら鶴太郎さんとたけしさんいらっしゃって、鶴太郎さんが、たけしさん、たけしさんのね、モノマネがね、めっちゃくちゃうまいですよ、松村って言うんですけどね、モノマネがうまいんで、ちょっとね、たけしさん、ちょっと見てやってくださいよつって、たけしさんの前でモノマネをさせていただいたら、たけしさんが、俺ってな、俺ってそんな感じなのかって言うから、そうですよ、いや俺って面白いなって言ってたんですよ。それからずっとこれで武さんのモノマネやっていけんじゃないかなと思って、どんどん調子に乗って、最近は事故に遭う前のモノマネと事故に遭った後のちょっとモノマネもちょっとさせていただいてて、その事故に遭う前の武さんは、はい、それでは大成、今週もですね、スーパージョッキー張り切っていきたいと思いますけどっていうのが事故に遭う前で、はい、事故に遭った後のモノマネっていうのが、はい、ちょうど東条英機を武、さんがこうやってる時に、はいはいはい、杉山三宝ちょうど東条英機を武、さんがこうやってる時に、はいはいはい、杉山三宝総監のあだ名を知ってるかあれはな、便所のとと一緒だっていうやつをやったんですよ。めっちゃうまい。それをやってたんですよ。でもちょっとさ、やっぱりそういうモノマネってやっぱりやっちゃいけないんじゃないかなってだんだんこう思ってくるじゃないですか。やっちゃいけないことを僕やってるんじゃないかなと思ってたら、たけしさんが一回松村楽屋に来いと言われたんで、僕ちょっとなんか怖い、ちょっとドキドキする感じでちょっとどう思ったら、お松村、うん、お前な、うん、俺のお前事故にあったものまねとかやってらしいな、お前ちょっと来いよお前よ、松村、うん、お前な、うん、俺のものまねやってるけど、うん、一つ言っていいか、うん、右左が逆だぞって。細かくモニター越しに、松村、モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって。細かいところまで教えていただきました、それ。これはすごいわ。しょうがないな。はい、竹山。うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で、まあ、年の頃で言うと60枚ぐらいの、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、ブッチャーさんって今で言うとそうですね、出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行って、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねんお前は、そんなピッチングでって、もう変われっつって、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとか、そういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、うちの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね。なんで中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、火葬場について、まあ、壁が少し熱くなったので、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱりいびきはいびきなんで、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです、僕の寝室の隣の部屋に。はい、なんかその部屋がすごく彼にとって素敵な感じがするみたい、景色が良くて、ただまあ僕はうるさいのが嫌なんで、隣の隣の部屋にそのヒロ君の寝室を作って、そうしたいね、でヒロ君こっち入ってこれないようにここ物置部屋に、はい、してなんとか、まあ今は音が平気なんですけれども、そのおじさん多分皆さん全然想像つかないですよね、つかない、ヒロ君つかない、結構こうここの、まあ、そこのトンネルをこうくぐって、でその先の交差点左行って、で遡ってこういう感じでってコースを説明したんですよね。したらそれ聞き終わった後にね、運転手さんが「いいコースですね」って言って「まあ気分よかった」っていうね。まあ今日はいいな。
師匠いいわでもね、いいわその話、そう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 、みんなが幸せになるよね、そう、うん、いい話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 マスターズみたいな、そうですね、マスターズマスターズ、そうですね、素晴らしい、言われたいね、はい、いきます話がありますからね、おー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 、はい、僕は実は半同居人みたいな人がいまして、年齢が57歳で、会社の経営をされてるヒロ君とおじさんなんですけど、同居、はい、一緒で僕のことを、まあゴロチって呼んでるんですけど、ゴロチ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 はね、ゴロチなんですけど、で、まあ、付き合い15年ぐらいになるんですけど、僕は25歳ぐらいの時知り合って、で、まあ、結構年上の方なんでいろんなことを教えてもらったりとか、はい、で、今でこそそうでもないんですけど、昔はもうほぼ2日に1回ぐらい僕の家に泊まりに来てたんです、はい、ちゃんと奥さんとか子供はいらっしゃる方なんですけど、まあ、もちろんノーマルな方なんですけど、週に半分ぐらい僕の家に泊まり来て、で僕もすごくその人の話が面白いので、なんかすごい癒されてて、で彼専用の寝室とかもちゃんと作って、で洗面所にはちゃんと彼専用のタイガーバームとか歯間ブラシとかそんなもんまで、はい、タイガーバーム、歯ブラシじゃない、ちゃんと入れといて、タイガーバームはすごい、はい、でただその人すっごいいびきがうるさいんですよ、おじさんなんで、一緒にお酒とか飲んだ後に、で昔僕が住んでたマンションは壁が薄かったので、隣からもういびきがすっごいうるさくて、はーってうるさいんで、もう僕つらいともう壁ガンガンガンとか叩いて、いびき対策をして、うん、カッとか止まるじゃないですか、いびきって、もう1回止まるね、はい、でなんかまあ20代の時はそうだったんですけど、30代になって僕は今のマンションに引っ越したら、まあ、壁が少し厚くなったので、うん、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱりいびきはいびきなんで、うん、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです、僕の寝室の隣の部屋に、ね、はい、なんかその部屋が好きなんですよ、もう外にそれ置いて、まだ勝手口から入ってこたつの中入ってテレビ見るんですよ、ほんなお姉ちゃんがお風呂上がったでみたいな、もういちいちええねん、心臓バクバクですよ、ドッキドキしてるんですけど、普通予想ってもうええねん、そんなにねえねん言いながらね、やったというか、おやでもそんなお姉ちゃん知らんやろ、お姉ちゃん知らないです、知らんよな、あこれで初めて知るんですか、これで多分初めて、でもその後ぐらいにお風呂覗いてても近所の人に見つかったらやばいなと思って、一回お姉ちゃんに、ちょお前もう胸見せてくれと、お前よ隠して風呂とか入ってるけど、なんかもうええやんけ兄弟見せてくれや言うたことはあります、何を言ってほらお姉ちゃん、何だかもうええやってなんですか、大輔の言うてること分かるけど分からんやろ、いやそういうの言いますから、分からんやろうちの俺がそういうの言っちゃうんや、分からんよなんか、いや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ、悪いんや隠してたいいお姉ちゃんですよ、分かってるやったらいいか、男心ね、すごいな、ほんの2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たらうちの嫁から電話が、メールが入ってて、で子供ちょっとおばあちゃんとか預けてちょっと買い物したいので今買い物中ですみたいなメールが入ってたんですよ、ああそうなんやと思いながら、でまあ仕事バーッと終わって、思ったより早く終わったんですよ仕事が、あどうしようかなと思って、運動がないんで、僕市役所行って空いてる空き地がないかって調べて、学校から15分走ったところにグラウンドが空いてるっつ、じゃあランニングあったら毎日そこ行こうで行って、そこにライトもないんです、で空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、夜間それで練習したんです、これでやろうっつって、やろうやろうっつって、結果俺補欠だったんです、あそれやりたきゃ
俺補欠ですかって。ここまでやったんですよ。市役所行って俺全部やったんですよ。全部やって補欠だったんです。マネージャーに向いてたんです。そっちの方が向いてたんです。そう、いや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 、まあそういうこともあるよ、それは。厳しいっす。あ、まあ、コージー富田さんの話なんですけど、あの、無視されたあのドナルドと間違ってたんや。はい、ドナルドを探してみたら70人なんでね。ほならみんなに聞いたら、そのアヒルのやつやってたから、口おかん要塞と和塞できるんですけど、口作ってで、ここちょっとお尻のやつボンって中入れて負けて違う。すごいですね。いや、黒田ってすごいな。本当に。いきます。はい、はい、あ、小葉。はい、うん、あのこれ、中目黒の横断歩道で待ってる、ちょっと、まあ、世知辛いと言って誰が悪いんだっていう寂しい話なんですけど、はあ、横断歩道で待ってたんですよ。まあ、前に女の人が、まあ、立ってたんですよ、斜め前ぐらいに。でこれ結構女の人に聞いたら結構あるあるらしいんですけど、なんかあのカラータイツみたいなの上にミニスカートみたいなの履いてて、なんかそれがね、一回トイレ行った時かなんかにスカートをタイツの中になんか入れちゃってるみたいな、お尻丸出しみたいな、うん、これ女の人聞いたら結構あるのよって言うんですけど、うん、お尻が、ま、ったパンツというかタイツが丸見えで、うん、わっと思ったんですよ僕、うん、まあちょっと見とこうと思って、すごい綺麗な人だったんで、うん、よく出会うなそういうのに。そうなんだ。それを一緒に信号待ち、まあ、同じタイミングで信号待ちしてただけの人なんですけど、おばちゃんがね、直してあげたんですよ。バーって言って、あっってなって、でこうパワってやった時に、多分女の人がその急にお尻のあたりゴソゴソされたもんやから、内緒になるってパンって言って払ったんですよ。でバーン払ったら、見たらおばちゃんやし、多分おっさんとかに触られたんや思って手払ってみたら、で多分いろいろ理解はしたんでしょうけど、なんか恥ずかしさとか気まずさで、そのもう信号変わるか変わらんかでも走ってバーって行っちゃったんですよ。おばちゃんは親切でやったのに、手弾かれるわ、叩かれるわ、お礼も言われんで走り去られたので呆然としてたんですよ、うん、そのおばちゃんにおっさんが一人近寄ってきて、余計な真似をするなって。何やこれ、もう救えない話。余計なことにするな。余計なこと。せちがらいね。確かにね。ね、いきます。おお。じゃあ蜂蜜行こうか。なんで？喋ってないです。もちろんなんかオープニングでいけそうな気がする言うてだけ。待ってみたら、まあオリックスの。まあ、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ。で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ。そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか、清原がいるんですよつって、そしたら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよつってこうやって見るんですよ。そしたらどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたから、トンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 っつって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二と話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原も
あれあいつモノマネのコージーじゃないかみたいな感じになって、でボー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 つって清原さんどんどん近づいてきたんですよ。こっちに清原俺ももうめちゃくちゃテンション上がって、うわ清原だと思って、そしたらコージーさんにこうやって清原こうやってポンポンってしたら、コージーさんがうわーつって本当に知らなかったみたいで、本当に知らなかったみたいで、うわーつってなんだこの人みたいな感じで、たまたまトンボを歌っただけだった、偶然トンボを歌っただけだった、清原さんはサービスで歌ってくれてるやと思って、でコージーみたいな感じで来たんですけど、今日はふわみたいな感じで、なんだこいつみたいな感じで、確かに知らん人からしたら怖いか、で清原がなんだこいつみたいな感じで向こう行って、そのまま店帰っちゃったんですよ。なんだよお前と思って、せっかく仲良くなれると思って、本当に知らなかったんだ。本当に知らないですよ。これはいいですよ。おお、あら、田村。はい。その続き。その後、まあその後、友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあお兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあよかったよかった、3人住んでたんですけど、まあお金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると。その1膳は食べてもいい、ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やって、はいはい、だからこのご飯にそれアウトじゃないですか、それアウトです、これはギリギリセーフやん、セーフやだってもうほんまそれはかっこいい、誰にも放ってないからでもこれ大チャンスですよ、大チャンスです、これでさらってみたらまた弱音吐いてる独り言やな松本がさ、サウナ来て暑いって何のひねりもない弱音吐いてさって発泡酒飲みながら言われてる、暑いのしか飲まないな、いやいや、ほんでもうこれもうね、その時にもう冷や汗ですよ、サウナサウナ部屋飲んで、でも第三の矢しかないじゃないですか、じゃあもう第三の矢しかないでしょ、いいでしょ、もうねここのサウナ立つよな。アウトです。アウトです。かぶりかけてますよ。そうですけど。そしたらそうですかって横のおっさんに言われる。バッドエンディングなんですよ。僕がペアみたいな。最悪なんです。二度とあんなことないようにしてほしい全部や無駄打ちでした全然届かないんですね、いやそういうことがあるのでね本当にもう愛を持ってほしいなと思う、笑顔浮かぶわいや言うたらいいと思うんですけどね、いや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 、なんかその意味は何なんすか、腹立つやん、なんか負けやんか、すっげえ負けやんか、見透かされるやん、向こうから来てほしいですね、この辺りで星とかね、とかね、またOK、やっぱ人生って素晴らしいじゃないですか、素晴らしい素晴らしいですよ、素晴らしいですよ、で僕高校入って、この高校生活なんか違うと思ってたんです、でふとした時に家でハウンドドッグの CD を聞いたんです、ただハウンドドッグのアンビシャスって曲があるんですけども、やりたいことが分かっているのに始めてないんじゃないかっていう歌詞が来たんです、そうだと思ったんです、俺は実は軟式野球がやりたいんだ学校になかったんですよ、学校で硬式野球部しかなくて軟式野球はなかったんで、俺軟式野球がやりたいのに始めてないと思って、俺そこから学校行ってですね、硬式野球部の先生にどうにか軟式野球を始めたいんで僕に野球を教えてくれ、人数も僕が集めるっつって、だからそれは無理だと、学校としてもそれは認められない、野球部は2つ学校にいらないっつって、いやでも僕は何としても軟式をやりたいんだ、でどうにか硬式野球部の先生を説得して引き抜いて軟式野球のコーチになってもらったんです、で他のクラスにも声かけて、ずっとできてるんですと、いやできてないけど他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからさらに、このやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってくれたら、ねえ、うんっていうことで、おっさんはあ
ペアなんや、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんどうぞってちょっとよ、うん、のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はさだにうんってこう思う見てるんですけど、さだはもううんじゃあ松本さんあなたがねさだに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ。でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、はいはいはい、空気読んでくれさだ、はいはい、お前やろって、はいはい、ね、で俺からもしさだにあのおいあれどうなったなんて言うと、はい、このおっさんがですよ、うん、ものすごいよく分かったおっさんやったら、はい、いや松本空気に耐えられへんようになって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん。いやなんか見透かされてるような気がするんですよ。だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクションを起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。ペア感、来いやって。選手は向こうで、多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ。うん、で、僕、めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ、清原だと思って、めちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん、見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、うん、そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか、清原がいるんですよつって、したら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボと会うからトンボ入れてって言って、芝居をしてるんですよ、はい、興味全くない、興味がないとお前なんかに、だからまあ1分後ぐらいに入ったんです、はいはいはい、ほんならもうすでにおっさんが一人こうって見ず知らずのおっさんが、で佐田がその奥のとこに座ってて、でそんなに広いサウナじゃないんで、あまあまあええわと思って僕は手前のとこに、まあだからもうおっさん、まあ知らんおっさん間に挟んで、まあ、全員おっさんですけど、でこうバーッとでこの時に、はい、まあ、おっさんは松本やっていう、うん、ね、はい、もう分かってますよね、はいはい、であのこいつは全然顔もささないただのおっさん、はい、放送作家、はい、でこうなった時に早く俺とこの佐田がペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからさらにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってってくれたら、はい、ね、そうなんですよ、あのうんっていうことで、はいはいはい、おっさんはあペアなんや、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんどうぞってちょっとよ、うん、のいてくれてる場合もあるし、はいはいはい、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はさだにうんってこう思う見てるんですけど、さだはもううんでいや、じゃあ松本さんあなたがねさだに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、空気読んでくれさだお前やろってね、で俺からもしさだにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本
空気に耐えられへんようになって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん。いや、なんか見透かされてるような気がするんですよ。だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクションを起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。そんなかっこいいんですよ。松村、うん、お前な、うん、俺のモノマネやってるけど、うん、一つ言っていいか、うん、右左が逆だぞっていう。竹下さんに細かくモニター越しに、松村、モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって。細かいところまで教えていただきましたですね。これはすごいわ。しょうがないな。はい、竹山。あのうちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で年の頃で言うと60枚ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、あのブッチャーさんって今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行って、ブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日、だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねんお前は、そんなピッチングでって、もう変われっつって、俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとか、そういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、あのうちの、 あの亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね。なんであの中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ、うん、でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって、実は混んでる人があるんですよね、うん、でその日偶然火葬場が混んでて4つぐらい焼くとこがあったんですけど全部混んでたと、うん、でブッチャーさんどうした、ブッチャーさんどうしたって言ったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、うん、バスに乗り遅れてると、うん、で今あのタクシーを飛ばしてこっちに来てると、うん、こっちに来てるとこっちももう焼く手前だぞと、うん、どうすんだどうすんだって言ってる時に、うん、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、うん、一番向こうが入り口だったんですよ、うん、だそこでブッチャーさんが泣きながら、うん、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、うん、だから遅れてきた、間に合った間に合った、ブッチャーさん来た来たってこう見てたら、うん、一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ。だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね。顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で、誰やこいつって言って、えーって言って、誰やこいつって、えーって言って、そこで僕らもこれダメだったんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭荒取ると、でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガッチャンうーって、当時特に言うわね、だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーって。ゲスだったんす。集めるだけ集める。俺補欠ですかって。ここまでやったんですよ。役所行って。俺全部やったんですよ。全部やって補欠だったんですよ。マネージャーに向いてたんですよ。そっちの方が向いてたんですよ。うん、そうそう、その間にバロそうそうそう。いやいやいや。まあそういうこともあるよ。それは厳しいっす。ある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 。あ、まあ浩二富田さんの話なんですけど。昔から結構浩二富田さんと僕あの仲良くて、あのよく飲みに連れてってくれるんですね。で結構あのすごく酔っ払う人なんですよ。酒癖があんま良くなくて、でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木の、まああんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ。そしたらあのこう2人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あもうちょっとめんどくせえなみたいな、ちょっと思っちゃいけないですけど思ってたんですよ。そしたらパッて横見たら、あの向こうで見たことある人がこう座ってるんですね、2人で。
でパッて見たら、オリックスの、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ、うん、で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、うん、そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからっつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよっつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか、清原がいるんですよっつって、そしたら全然興味ねえんだよっつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。そしたらどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。トンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 っつって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ。そしたら向こうでこうずっと浩二と話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原もあれあいつモノマネの浩二じゃないかみたいな感じになって、でウォー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 っつって清原さんにどんどん近づいてきたんですよ。こっちに、うわ清原、清原、俺ももうめちゃくちゃテンション上がって、うわ清原だと思って、そしたら浩二さんにこうやって清原こうやってポンポンってしたら、浩二さんがうわ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 、学校いなかったんですよ。学校で硬式野球部しかなくて軟式野球はなかったんで、俺軟式野球がやりたいのに始めてないと思って、俺そこから学校行ってですね、硬式野球部の先生にどうにか軟式野球を始めたいんで僕に野球を教えてくれ、人数も僕が集めるっつって、だからそれは無理だと、学校としてもそれは認められない、野球部は2つ学校にいらないっつって、いやでも僕は何としても軟式をやりたいんだ、でどうにか硬式野球部の先生を説得して引き抜いて軟式野球のコーチになってもらったんです、で他のクラスにも声かけて、軟式野球人数集めて、で学校にもちろんグラウンドがないんで、僕市役所行って空いてる空き地がないかって調べて、学校から15分走ったところにグラウンドが空いてるっつ、じゃあランニングがあったら毎日そこ行こうで行って、そこにライトもないんです、で、空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、夜間それで練習したんです、これでやろうっつって、やろうやろうっつって、結果俺補欠だったんです。集めるだけ集める。俺補欠ですかっつってここまでやったんですよ。俺全部やったんですよ。全部やって補欠だったんです。マネージャーに向いてたんです。そっちの方が向いてたんです。そうそう。その間にバロー。そうそうそう。いや。まあそういうこともあるよ。それは。厳しいっす。あるある。まあ浩二富田さんの話なんですけど、昔から結構浩二富田さんと僕仲良くて、よく飲みに連れてってくれるんですね。で結構すごく酔っ払う人なんですよ。酒癖があんま良くなくて。でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木の、まあ、あんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ。そしたらこう2人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あもうちょっとめんどくせえなみたいなちょっと思っちゃいけないですけど思ってたんですよ。そしたらパッて横見たら向こうで見たことある人がこう座ってるんですね、2人で。でパッて見たら今オリックスの、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ、で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちに清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか、清原がいるんですよつって、そしたら全然興味ねえんだよつって、はい、それでもこれ稲垣清原と友達だというか何って今ジャッキーの話なんですけど、ジャッキーの話、ジャッキーの話、ジャッキーの話。
最後。じゃあ今日ももしかしたら家帰ったらおられるかもわかんないですね。あ、いますいます。趣味が散歩で、はい、あ、ヒロ君必ず言うことが、うん、走るな、膝を悪くするから歩けって言う。ジャッキー。格言。格言だそれ。出会いは？出会いは あるワインバーで声をかけられて、友達になったんですけど。うん、まあ会社の役員の方なんで週に1回の役員会議しか仕事がないので、結構時間があるんで、もう本当に毎日5時間ぐらい散歩してるんで、そのまま散歩したまんまうち泊まりに来たりとかして、それ許してんのがすごい、受け入れてんのがすごいです、初めて聞きましたよ、他のメンバーも知らないです、もうなんとか引き出してヒロ君っていうおじさんの友達がいるっていうところまでは知ってたんですけど、ゴロチとか部屋とかもあるなんて、ちょっとジャッキーだから、ジャッキー銀座のジャッキーですけど、やばいよ、やばいよ、そいつやばいのかな、やばいいや、それを言わずにみんな我慢してるんだよ気づけよ、いやいや気づけって、いやすごいいい友達な、そいつやべえよねえ、そらそら断片いっぱい、グループとしてはね、グループとしては気になるとこだね、やべえやつ、やべえやつ入ってきちゃってんだ、ちょっと次はこの人、久保田、はい、失礼します、はい、すごいね、まあ僕結婚見えてちょっと結婚してるんですよ、うん、はい、ちょっと今結婚見えて、でも結婚だな結婚さっき言いそうな、結婚見えて結婚してる、結婚してるんですよ、うん、でですね、ちょっとまあ嫁がですね、結構まあクレイジーっちゃクレイジーって、まあそのなんていうか、そのおかしいっちゃおかしいんですよ、うん、クレイジーワイス、はい、服選ぶ時も、はい、半袖の T シャツなんですけど、うん、14色ぐらいのボーダーのやつ着てたりするんですよ、14色ボーダー、はい、あんまし見ない見ないですよ、かなりのそうです、コンプリートですね、そうです、そんな嫁なんですけど、一回その芸人やってまして全然飯が食えない時期がありまして、うん、で嫁は夜スナックで働いとるんで、うん、結構財布の中にお金入れとるんですよ、うんうんうん、で嫁が寝たのを確認して、うん、ベッドの下から財布の中お金盗んだんですよ、僕がね、嫁の財布から、はい、で毎回小銭を盗んだんだったんですけど、もうバレなかったんですよ、それは、はい、今まで、うんうん、でもうそろそろ慣れたから大金行こうと思って自分で1万円盗みまして、はいはいはい、ポケット入れて、うん、で仕事行ったんですよ、うん、んだらその仕事を始まる前電話のラッシュですよ、うんうん、で嫁からですよ、うん、で何ないないねお金が助けた、いいお姉ちゃんですね、分かってんやったらいいか、男心ね、すごいな、ほんの2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たらうちの嫁から電話がメールが入ってて、で子供ちょっとおばあちゃんとか預けてちょっと買い物したいので今買い物中ですみたいなメールが入ってたんですよ、ああそうなんやと思いながら、でまあ仕事バーッと終わって、思ったより早く終わったんですよ仕事が、あどうしようかなと思って、運動がないんで僕市役所行って空いてる空き地がないかって調べて、学校から15分走ってたところにグラウンドが空いてるっつって、うん、じゃあランニングがあったら毎日そこ行こうっで行って、そこにライトもないんです、うん、で空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、うん、夜間それで練習したんです、これでやろうっつって、うん、やろうやろうっつって、うん、結果俺補欠だったんです、遊べるだけ遊べる俺補欠ですかっつってここまでやったんですよ市役所行って俺全部やったんですよ、全部やって補欠だったんですよ、マネージャーに向いてたんですよ、そっちの方が向いてたんですよ、そうそうそう、いやいやいや、まあそういうこともあるよ、それは厳しいっす、ある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 、まあコージー富田さんの話なんですけど、昔から結構コージ富田さんと僕仲良くて、よく飲みに連れてってくれるんですね、で結構すごく酔っ払う人なんですよ、酒癖があんま良くなくて、でもうとにかくでも横にいて話だけ聞いていけば、まあ、すごく機嫌も良くなる人なんですけど、まあ新宿で飲んだ後にその後また飲み行くぞって六本木のまああんまりこうちょっと人が来ないような高級なバーでこう飲んでたんですよ、そしたらこう二人飲んでて、でも結構ぐでんぐでんになってるんで、あもうちょっとめんどくせえなみたいなちょっと思っちゃいけないですけど思ってたんですよ、そしたらパッて横見たら
あの向こうで見たことある人がこう座ってるんですね、うん、2人で。でパッて見たら、今オリックスの、まあ、その当時巨人だった清原選手が向こうで多分コーチかなんか2人で飲んでたんですよ、うん、で僕めちゃめちゃ野球好きなんで、うわ清原だと思ってめちゃくちゃ興奮して、もうずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、うん、そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、したら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよって、学校から15分走ったところにグラウンドが空いてるつ、うん、じゃあランニングがあったら毎日そこ行こうで行って、そこにライトもないんです、うん、で空いてる先生に来てもらって車のライトをつけてもらって、うん、夜間それで練習したんです、うん、これでやろうっつって、うん、やろうやろうっつって、うん、結果俺補欠だったんです遊べるだけ遊べる俺補欠ですかっつってここまでやったんですよ言って俺全部やったんですよ全部やって補欠だったんですマネージャーに向いてたんですよ、そっちの方が向いてたんですよ、そうそうそう、いやいやいやまあそういうこともあるよそれは厳しいっす、あるあるある、あるあ、まあ浩二富田さんの話なんですけど、昔から結構浩二富田さんと僕あの仲良くて、ずっと浩二さん 見つつも向こうの方ばっかり見てたんですよ、うん、そうお前なんであっち見てんだよみたいなこと言うから、いや実は浩二さんあっちにあの清原がいるんですよって言ったんですよ。したら浩二さん、いや俺プロ野球とか全然詳しくねえし興味ねえからつって言うんですよ。いやいやでも清原ですよつって、めちゃめちゃすごいじゃないですか清原がいるんですよつって、したら全然興味ねえんだよつって、でも見てくださいよってこうやって見るんですよ。さらにどっちが清原だよみたいなこと言うんですよ。知らないよ。いや知らないんだと思って、本当に知らないのかなと思って、でも酔っ払ってるからそういうふりしてんのかなと思ってたんですよ。でこう飲んでたら浩二さんがあのママに、ママさ、ちょっとトンボ入れてって言うんですよ。おトンボ歌うからトンボ入れてって言って、長渕のモノマネしたくなってきたからトンボ歌うからトンボ入れてって言うんですよ。そんでこうウォー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 つって、やっぱり酔っ払ってても浩二さんめちゃめちゃ歌うまいんで、こういきなりトンボ歌い始めたんですよ、うん、そしたら向こうでこうずっと浩二と話してる清原がこうやってむくって立ち上がって、あれ誰やねんこれ歌ってるやつみたいな感じでこうこっち見てるんですよ。そしたら清原なったので、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあでもやっぱりいびきはいびきなんで、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです。僕の寝室の隣の部屋に、はい、なんかその部屋がすごく彼にとって素敵な感じがするみたいな、景色が良くて、ただまあ僕はうるさいのが嫌なんで、隣の部屋にそのヒロ君の寝室を作って、そうしたいね、でヒロ君こっち入ってこれないようにここを物置部屋に、はい、してなんとか、まあ今は音が平気なんですけれども、そのおじさん多分皆さん全然想像つかないですよね。つかない、ヒロ君つかない、結構こう甘いマスクで、まあ、30代の時なんかは、まあ、バブルの頃ですから彼が、うん、銀座のこうクラブとかはしごしてたんで、うん、銀座のジャッキーって言われてたんですけど、うん、ただやめてほしいことがあるんですけど、ね、ジャッキーに、はい、なんか僕と稲垣吾郎と友達だって言いふらすんですよ。でもまあ、まあ、一般の人やし言っちゃうかな、まあ、芸能人の友達って一応それがダメじゃないですか、お約束って、まあね、はあ、でそれを証明するために、うん、なんかどこで拾ったのか分かんないんですけど、僕の期限が過ぎた免許証、
車の穴が開いたやつ、穴開いたやつね、あれをいつも財布に忍ばしてるんですよ、ジャッキーが、銀座のジャッキー、それでもこれ稲垣吾郎と友達だというか、何っていう、まあジャッキーの話なんですけど、ジャッキーの話、ジャッキーの話、最後、じゃあ今日ももしかしたら家帰ったらおられるかも分かんないですね、あ、いますいます、趣味が散歩で、はい、あ、ヒロ君必ず言うことが、うん、走るな膝を悪くするから歩けって言うジャッキー、何だそれ、出会いは出会いは、うん、あの、あるワインバーで声をかけられて、友達になったんですけど、うん、でまあ、会社の役員の方なんで週に1回の役員会議しか仕事がないので、は結構時間があるんで、もう本当に毎日5時間ぐらい散歩してるんでそのまま散歩したまんまうち泊まりに来たりとかする、それ許してんのがすごい、受け入れてんのがすごいです、初めて聞きましたよ、他のメンバーも知らないです、もうなんとか引き出してヒロ君っていうおじさんの友達がいるっていうところまでは知ってたんですけど、ゴロチとか部屋とかもあるなんて、ちょっとジャッキーだから、ジャッキー、銀座のジャッキーですけど、そいつやばいよ、やばいのかな、そいつやばいよそれを言わずにみんな我慢してるんだから気づけよ、いやいや気づけって、いやすごいいい友達の、いやそいつやべえよねえ、そらそら、グループとしてはね、グループとしては気になるところだね、やべえやつ、やべえやつ入ってちゃってんだ、次はこの人言っちゃいけないんじゃないかなって、だんだんこう、あの中島のお葬式の時に、あ、もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、うん、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、うん、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ、うん、でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって、実は混んでる人があるんですよね、うん、でその日偶然火葬場が混んでて4つぐらい役とかあったんですけど全部混んでたと、うん、でブッチャーさんどうした、ブッチャーさんどうしたって言ったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったから、うん、バスに乗り遅れてると、うん、で今あのタクシーを飛ばしてこっちに来てると、こっちに来てるとこっちももう役手前だぞと、どうすんだどうすんだって言ってる時に、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族、違う家族が全部焼き場にいるんですけど、一番向こうが入り口だったんですよ、だそこでブッチャーさんが泣きながら、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、だから遅れてきた、間に合った間に合った、ブッチャーさん来た来たってこう見てたら、一番手前の絶対全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ、だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね、顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で誰やこいつって言って、えーって言って、誰やこいつってえーって言って、そこで僕らもこれダメだったんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭荒とると、でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガッチャンうーって、当時特に言うわね、だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーすげえほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから